皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、THC オカルトラジオ、ともです。木村です。ケスケです。今日はこの3人でお送りします。はい、はい、よろしくお願いします。また木村プレゼンツ、はい、そうですね、はい、まあ、これでも結構みんな楽しめるんじゃないかなっていう、うんうん、やつなんでですね、はい、まあタイトルにもある通り、はい、サイコパス診断をやってみましょうっていう、はい、ことなんですけど、はいはいはい、まあこのなぜこれをやろうかなと思った経緯なんですけど、はいはいはい、まあ最近ちょっとあのケースケがあと大量殺人犯の、はい、はいはい、と全貌みたいな、はい、そういう回をやったりとか、はい、やりましたね。まあ、考察でもねちょいちょい出てくるんですけど、はい、あの友のサイコパス疑惑そうなんですよねこれをね、うんうんうん、ちょっとまあこの場であの晴らせたらいいんじゃないかなっていういや俺多分そんなにサイコパスじゃないと思いますよ。そう、じゃあなんか違う、なんかもし俺だったらみたいな話が犯人目線なんですよ。そうね、そうだよね。そうそう。トモくんのコメントでも結構トモくんがみたいな。そう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 、あるからさ。いやだってだってだって大量殺人犯でもし俺だったらって犯人目線になることないですか？普通。じゃあなんかそれだったら割とね的確な感じがするの、うん、それが。うんうんうん。そうなんです。なんか的外れなこと言うというか、わ、うん、かんないみたいなその気持ちが、わ、うんうん、かんないですよねっていう話かと思えば、うんうん、だからこうでこうだからこうなっちゃうんだと思うっていうのが、うん、ああ確かにみたいな。そうそうそう、うん、ね、なんか簡単な納得させられちゃうというかさ、本人みたいな言い方する、ね、そういうのがあるんで、まあこれ疑いが晴れれば、はいはい、晴れたでいいし、うん、まあねやっぱり本物なんだなって、ね、なるのもそれはそれでもいいかなっていうねっていうところで、はいはい、でも俺ちょいちょいなんか過去のエピソードでサイコパスだもんでみたいなこと言うんですけど、言ってるんですけど、うんうんうん、本当にサイコパスのやつは自分のことサイコパスって言わないですからね。まあまあそうかな、どうかな、そうかもしれないですね、ね、うん、そうそう、かもしれない、まあどうかなって。だから俺はサイコパスじゃない。なんか僕結構サイコパス診断ってなると、うん、あの謎なぞみたいな感じになっちゃうんですよ。あ、でもね、本当そんな感じなんですよ。いや、そうですよね。そもそもあのいろいろまあ一応今日7、8問ぐらいかなあるんだけど、本当ねちょっとね意味怖みたいな感じもするし、はいはい、本当に精神病院の先生が、はい、うん、こういうのを出して、うん、診断してるのかどうかも、まあ、ちょっと分かんない、まあ、なんていうの、本当に、まあ、エンタメの一つとして誰かが考えたもんかもしれないし、はいはいはい、っていうね、あと信憑性はあの薄いかなって私は思ってますね、うんうんうん、まあ、ちょっとこう、そうエンタメの一つとして、はい、みたいな、はいはいはい、うん、楽しんでいただければなって思います、はいはい、楽しみですね、はい、楽しみだね早速それでは、はい、1問目からいきましょうね。はい、はい、あなたの前に戦時中で怪我をした軍人の肖像画がある。どこに怪我をしているだろうか、2箇所答えよっていう問題ですね。まあじゃあトモからいこうか。足と頭。頭、うん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 、僕も足はありましたね。 足、うん、足と胸、うん、ああ、はいはいはい、うん、なるほど、これはですね、はい、傷を負わせるときに致命傷になりうる箇所を連想するっていう、あ、うん、サイコパスはだから目とか、はい、胸とか心臓とか、はい、あたりを想像すると、うん、はんはんはん、で通常の回答は足とか頭とか腕とかっていうね。ほら、うん、まあ、トモは、はい、多分これ答え知ってたよね。いや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 、そんな、全然そうなるのやだや。そんなことない。心理テストの答え知っとっていい風に言うみたいな。知らなかった？知らんかったっすよ。知らんかったっす。あ、そうかそうかそうか。そう。通常は足とか頭とか腕っていう、うん。で、なんかあれが出てきちゃったんですよ。イミコアの、うん、軍人さんが、うん、もうすぐ帰るからって親に言って、うん、でその友達が、うん、足がを怪我しちゃって歩けないんだけど、あ、あのー、
連れてって大丈夫かなって言ったら、その親がいや嫌だよみたいな、そんな面倒見れねえよみたいな、見れねえよみたいなこと言って、でその軍人が自殺したっていうので、実は友達じゃなくて本人だったっていうあるねのをちょっと連想しちゃったもんで、足かなっていう、あーなるほどね、でなんかあのなんか撃たれたみたいな想像だったそれは、で胸も胸もね、今のこの問題だと、はい、もうちょっとケイスケがちょっと怪しいかなっていう、だ俺多分本当にクリーンだと思いますよ、そういうまあまだまだ問題ありますね、まだまだあります、ええ、これはトモ君知ってたやつですね、ちょっとじゃあ次いきますね、はい、あなたの家に強盗がやってきました、はい、あなたは武器も持たず隠れることしかできません。武器を持った強盗から隠れるため、あなたが身を隠したのは家のどこですかっていう質問ですね。あ、これはもう、屋根裏とか、ドアの後ろ、おう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 かな、おうおう、なんで、あ、じゃあケイスケから、なんで屋根の裏見つかりにくい、と届かない、し見える、相手が、上から監視もできるし、もういざ見つかっても上からの方が攻撃しやすいじゃないですか、あなるほど、投げたりもできるし、投げたりもできるし、何か落としたりもできるし、じゃあ、トモのドアのっていうのはドアの後ろ、まあ武器ない、そう武器がない、ね、ないですよね、ないないない、そうすると、多分抵抗するの無理っていうか、首を絞めるかなって思ったんですよ俺自分だったら、まあ、はいはいはい、でどうにか動けんくするって、そうするとやっぱり背後を取らんといかんもんで、ドア開けた時に、ドアが死角になって、で入ってきた時に後ろを向いてるじゃないですか、背後取れるんでいけるかなって思ったっす、なるほど、戦術的に、なるほど、これですね、はい、通常の回答例、お風呂、ベッドの下、屋根裏など、まあ、迷って家の中の場所を答えると、サイコパスの回答例、迷わずドアの裏迷わずドアの裏自分が有利になれる可能性があるから、ドンピシャじゃないですか、これは知らなかった問題だね、知らなかったちゃんと素直に答えた戦術まで言ったじゃん完璧な問題でしたね、完璧な問題だった、よかったです、よかったです、トモ君第1号ホームランです、ホームランですねいやなんかでもその気持ちに多分なって考えると、なんかまあケイスケが言ったりとかしたあの屋根裏とか、お風呂とか、まあ、タンスの中とか、で待ってることしかできないっていうか、形勢逆転が難しいから、俺はそっちのドアの迷わず言ったんですけど、何か起点がないと多分無理だと思うんで、まあそれが一応サイコパスの回答例なんで違うんですよ、多分サイコパスって多分ヒーローにもなれると思うんですよ、使い方、なるほどなるほど、映画で言ったらこれヒーローだと思うんで、はい、なるほどね、これは多分ヒーローの方なんで、まあ今これ聞いてるお仮面のね、何人がその、 あの弁解をね支持するのかっていうところはねありますよね、今のところおからじ2人はね、支持してないですか、はい、じゃあいきますね、はい、はい、あなたはこれから刃物で人を殺します、殺人に使う刃物を買いに行ったところ、300円の刃物と3000円の刃物が売っています。あなたは300円の刃物を買いました。なぜか、どうでしょうか、なぜか、あの経済的に、まあ人を殺すっていう風になるぐらいの心理状況なんで、こう追い詰められててお金もない、から300円のにした、なるほど、なんかどうだろう、高いのって、切れ味がいいと思うんですよ、でも多分、300円の方だったら、そんなに良くないじゃないですか、
わかんないわかんないですけど、まあ、包丁とかで言うと、なんかいたぶって殺したかったのかなっていう感じなるほど、ね、しますけどね。まあ、あとなんか領収書の問題で足がつきやすいとかそういうのもあるのかなとか、金額のなるほど、ね、わかんないですけどね、っていうのも想像しましたね。通常の回答例、はい、お金がなかった、300円の安物で十分、安価だったから、サイコパスの回答例、安い刃物の方が痛めつけられる。ちょっと100点だよ。プラスアルファ領収書かなとか言ってました。足がどうこう。やばいやばい。なんかちょっと狙いに行った感じもね、今なんか。だって一字一個間違ってなかったもんね。すごい。いや、なんかサイコパスの回答っていうのを聞くと、そうっすけど、殺したいほど憎いとかじゃないですか、殺すって、そうするとちょっと痛めつけてやろうかなって思うじゃないですか。だから一発では俺は行きたくないなって思うんですよ。まあ、それがサイコパスの、そうね、今思いっきりサイコパスの説明書もう何言ってもダメなんだ。なんか俺もうなんかこうサイコパスに乗っかりたくて、こういろいろ考えて、ちょっと普通ではない答え しようかなみたいな理由言っても全然違うもん。なんて、ね、追い詰められてるからとか全然関係ないの、ね、いたぶれるから。じゃあなんか理由はシンプルだと思うんだよね。その己の欲求に従ってそれをただ実行してるだけだと思うから、そういう欲を満たす回答をすれば多分サイコパスに近づけるのかなって。近づかんでいいっすよ。近づきたいとは。あのどちらかというとお金ないから300円がシンプルなんです。そうだね、欲求がどうこう言ってるのはシンプルじゃない。でも違う違うんだって、違うんだって、そのなんで人を殺したいかっていう、ところの気持ちを考えると憎いからっていうことじゃ、お金多分あるんだと思うよ。分かんないけど、まあ、私ちょっとあれだね、やっぱりちょっとさ忌みこわっぽい感じにもなっちゃうから、うん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 、だからまあこれがね、まあそう、まあ本当にサイコパス診断かどうかは分かんないですけど、分かんないです、分かんないですけど、今んとこともはサイコパスです。いやでも最初の問題はちゃんと外した。知ってるやつだったもんね。何言ってもダメだわ。なんか雨男みたいな感じになってますね。どうしても自分のせいにされるみたいな。本当本当。じゃあ次いきますね、はい、あなたはある人を恨んでいる、その人の家に忍び込みその人を殺した、そして無関係な子供とペットも殺した、なぜか。これねちょっと僕知ってるんで。ああそうなんだ、はい、あじゃあこれはじゃあケースケにしようか、無関係な子供とペットも殺した、ってことは別に見られたとかではないですよね。そいつ恨んでるから、そいつの大事なものも殺してったみたいな。ああ、なるほどなるほどなるほど。ありえるね。あちなみにじゃあ、トモがこの問題知ってるっていう、サイコパスの回答例ってのを一応聞いてみようか。はい。あの世で会わせてあげたかったから。大正解ですね。一般人の回答だと現場を見られたとか、犬が吠えると面倒だからとか、そういう感じだけど、っていうことですね。ちなみにこれ最初出された時、俺ホームラン出したっす。ちなみになんですけど出したっす、ね、出したっすか。なんかただ犬って言われたんですよ、子供と、子供じゃなくて俺の時は、犬ってとか動物とかだったんですよ。だからやっぱ感情入っちゃって、そういうホームラン出しちゃったんですけど。どういうこと、どういうことですか、あの世で合わせて。なんでだから自分だけ先に死んでだとかわいそうじゃん。でも恨んでる相手ですよね。恨んでる相手だね、だから情けをかけてあげたんじゃない。なるほど、
でも恨んでるんだったら一人ぼっちでみたいな感じになるね、うん、確かに、うん、そうなんですよね、うん、そっか、うん、ちょっとなんか、ね、でもこうなんかあれですよね、こういうサイコパス診断ってその精度が悪いというか、なんていうんですかね、突き詰めていくとおかしなところが結構あるっていう、まあ、ただその、うん、そこでなんてギャップというか、うんうん、あの世で合わせてあげたかったからみたいな、うん、このちょっと変な発想というか、うんうん、みたいなのありがちですね、うん、なんか、うんうん、あそうだねそうだね、うんうんうん、そうだから斜めを上を行く回答みたいなね、そうそうそんな感じだね、まあエンタメなんで ね、うん、そうですね、エンタメです、はい、ともくんエンタメですね、気にせんでください、そうそう気にしてねえわじゃあ次いきますね、はい、ある町で通行人が顔や腕などを次々に切りつけられる通り魔事件が起きました。数週間後事件は解決しますが、犯人はなんとこの事件を担当していた刑事だったのです。しかも被害者に直接会って詳しく事件の聞き込みを行うほど熱心に捜査をしていたんです。この刑事はなぜ事件の捜査を熱心に進めるような真似をしたのでしょうか。どうでしょう、まあ、なんか昇進とかが絡んでそうな気がするんですけど、自分の名声とか、うんうん、っていうよりかはどうかな、なんか確認かな、うん、その顔見られたとかもそうだし、っていうか自分の知名度の確認かな、うん、僕は単純にそれをもし聞いて見たとかって言ったら、うんうんうん、証拠隠滅のために殺すため、あなるほどなるほど、うんうんうん、って思ったんですけどね、うん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 、なんかそこまでやって、うん、殺してないじゃないですか今までも、その傷つけて、うんうんうん、殺してないんですよね。あ殺してないね、そうだね、多分、うん、殺す人はそうやって見られて、うん、もう最初から殺してると思うんですよ、うん、だからこれ楽しんでると思うんですよ、うんうん、ああそういうことか、うんうんうん、で、うんうんうん、そういう人って、うん、やっぱり自分の知名度とか、うんうん、まあその警察だったら自分の成績を上げたいとか、うん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 、なんかそういうものに何て言うんですかね、熱を感じるというか、うん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 、だと思うんで、うんうんうん、なんかやっぱ自分の知名度の確認とかなのかな。あー、うん、なるほどね、うん、じゃあ行きましょう。その時の気持ちを知りたいとか、あー相手のね、そ相手の、あーなるほどなるほど、うん、通常の回答例、罪滅ぼしのため、捜査内容をごまかすため、うん、まあ要するに自分が捕まらないとか、うんうんうん、まあ、罪悪感みたいなもの、うんうんうん、サイコパスの回答例、自分がやったことを実感したかったから、うん、まあ、直接それを聞きたいみたいな、そう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 、あの時に怖くてとか、はいはいはい、もう足ガタガタ足が震えましたとか、そういうことをして越に入りたかったと、はいはい、なんか究極のサディストというか、そうだねみたいな、なんか、うん、トモ君の回答これより上な気がしますね。そうだね上を上を言った言ってないでしょ別にだってこれはなんかその S っ気の快感みたい な欲求だけの話みたいな感じになってますけど、うん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 、それプラス、うん、昇級だとか、うん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 、踏まえてるんでうんうん、うん、さらに上行こうとしてるんですよいやもちろん多分もみ消しとかもしたいと思うし、うんうん、あれだけど、うんうん、やっぱりなんかそういう自分のランクじゃないですけど、多分この問題の犯人より優秀な犯人だと優秀じゃねえですすごいな、すごいね、うん、金田一少年とか好きだったもんでさあプロファイリングですね、プロファイリング、ね、っていうごまかし方ちっちゃい頃コナンとかも見とったしさ俺も見てましたはい、じゃあ次いきますね、はい、A 子と B 子は親友だった。二人とも孤児に生まれ、必死に勉強をし、手を取り合って事業を起こし、成功を収めた。お金持ちになった B 子はある日 A 子を殺した。なぜか。
うん、まあ自分独り占めしたかったとか。どう思うわ。なんか振り出しに戻りたいっていうか。まあその子とやってきたサクセスストーリーがあるわけじゃないですか。それをまた他の誰かと味わいたいみたいな。それで殺す必要があるってこと？いや分かんないですけど。うん、だからその事業をもうじゃあ A 子に渡して、うん、まあ、また一からやれば。普通はですよ。だけどまあサイコパスなんで。ああなるほど。なんでだ。ちょっと待ってくださいね。なんでだろう。なんでだろう。謎謎みたいになっちゃうですね。そうだ、今のが回答でいいんですよ別に。じゃあ今のでいいっす。はい、じゃあ行きますね。ホームラン出さんでいいってことです、はい、俺ホームラン出すことに執着しとったっすけど出しちゃうとダメだった一般人の回答、はい、事業を独り占めするため、でサイコパスの回答、自分の過去を知っているから。あ、なるほど。サイコパスはプライドが高くてかつての惨めな自分のを思い出させる A 子が邪魔だった。ああ、じゃあ俺言ったこと全然逆っすね。ん？そのだってサクセスストーリーを誰かと味わいたいって言ったじゃないですか。それってないじゃないですか多分その人には。そうだね、うん、そうだね、うん、逆だね、うん、逆っていうことにしとこうでもなんかその、ね、過去がどうこうみたいなところまでは、うん、あ、でも逆ですね。逆ですね。サイコパスではない。ではない。うん、ではないです、ね。この質問に関しては違う。じゃあこの質問に関してはっていうか。もしくはこれも知ってた。あえてかすらすんですよ。あの知らない。さっきみたいに知らねえわ。知らねえって知ってたらって言われたくないもんで、ちょっとかすらせて違う方に行ったんです。すいません木村さん、トモくんが今、いじめられっ子みたいな顔になっちゃってますバシバシホームラン出してくわすいませんはい、あ、これ、ね、あっという間に、はい、あの最後の質問です。お、もう、はい、これね結構面白い質問だなと思ったんで、はい、これぜひやってみたいなって、はいはい、あなたは小さい頃から両親にこの扉だけは絶対に開けるなと言われていました、はい、ずっと厳しく言い聞かされてきたので、あなたはその教えを守ってその扉に触れようともしませんでした。ところがある日好奇心に負けてその扉を開けてしまいました。さてそこには何があったと思いますか。もう一回読んでもほしいです。いいですよ、はい、すいません。あなたは小さい頃から両親にこの扉だけは絶対に開けるなと言われていました。ずっと厳しく言い聞かされてきたので、あなたはその教えを守ってその扉に触れようともしませんでした。ところがある日好奇心に負けてその扉を開けてしまいました。さてそこには何があったと思いますか。どうでしょう。むずいな。なんかその子の大事なもの、うんうんうん、てかおもちゃとか楽しいものみたいなのが全部入って隠されてたみたいな。あ、でも小さい頃からこの扉だけはってことは、そのおもちゃがあることすら知らないというか、なんか楽しそうなもの。僕はちょっと聞いた段階で、うん、両親に閉じ込められてるみたいな、うん、イメージだったんですよ。あ、なるほどね。で開けて、うんうん、外に出れたみたいな。ああ、なるほどなるほどね。あ、なるほど。逆っていうか普通とは。うん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 。みたいな感じだったっす。なるほどね。トモはじゃあおもちゃでいいですか。そうですね。まあなんかそういう楽しいもの。うん、楽しいもの、うん。自分にとって楽しいもの。うん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 。じゃあ回答いきますね。はい。この問題を出されたほとんどの人は死体が隠されていたとか、両親の夜の生活のための SM 部屋があったとか、うん、親が子供に対して隠したいものを想像する、うん、しかしサイコパスの人にこの質問をすると、うん、一発で外の世界と答える。お開けるなと言われていた扉は家の玄関の扉だと考えると、普通は隠されているものを家族生活の中で見せたくないものと捉えるのに、
そもそも自分が監禁されていたっていう発想がパッと出てくるのがサイコパス。ホームラン出した、ホームラン出したっすよ。出しましたね。出しましたね。出しましたね。もう完全にだって何があったかって答えろって言われたら自由って言おうと思ってましたもん。あ、うん、そういうことだね、はい、あれなんか、なんかトモはおもちゃ、まあ、でもそ楽しいものって、まあ、例えばさ、うんうん、部屋にこう閉じ込められてたとかさ、はい、でこうそっから出してもらえて楽しさとか自由とか俺全然違うっすよ。楽しいものって言った理由が違う、うん、じゃあ俺はなんかそのサイコパスの質問じゃないですか、診断の、うん、こう考えるっていうのは、うんうん、なんかその嫌なものがあるっていうのは多分普通の人なんだなと思って、それの逆で楽しいものってがあるっていう風に答えると、うんうん、まあ、そのなんて言ったらいいんですかね、そのサイコパスっぽい開けるなっていう心理は、うん、人を殺すなっていう心理なのかなと思って、ほうほうほう、だからそれ人を殺しちゃダメっていうのはずっと備わってるわけじゃないですか、人に、うん、人間には、うん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 、だからそれを殺した時の反応が、うん、その先にあるものなのかなと思って、ほう、だからサイコパスはなんか殺した時に、うん、後悔をしないと思うんですよ。ああ、なるほど、うん、楽しい快楽というか、そうそうそうになっちゃうと思うんで、そういうことか、うん、その人を、うんと、そう、そういうことね。その扉は一枚こう、まあ、なんていうの、人間という枠を超えちゃったみたいな、うんうんうん、っていう想像をしたんですよ、その質問から。ああ、なるほど、ね、だから楽しいものがあるんじゃないかっていう。ああ、そういうことか。正解全然正解じゃないです全然正解じゃないです。なんか納得させられたというか納得させられた、うん、じゃあなんか俺まあ、自分もサイコパスの答えになってましたけど、うんうんうん、なんか捉え方がちょっと変なだけで、うん、あれだなと思ったけど理由がちゃんとしてますよね。そうだね、うん、ちょっと仕立て上げるのやって、うん、なんかまあそうやって思ったんすよ、その、うん、開けちゃいけない、なんか禁止されてるものっていうのが、うん、そういうのなのかなっていう、うん、ちょっとあれだね、深読みしすぎた感じはちょっとあるね。いやすごいな。言うて僕あれですからね、1問目と最後だけですからね、合ってたのだね。1問目もまあ半分ね、でも俺とケイスケは全くタイプ違うってことですよね、言ったら。あ、そうですね、うん、本当だね、うん、だ共にサイコパスだと思うんですけど違うタイプ、仲間に引きずり込もうとしてるじゃあでも多分コメント欄でも余裕で全問正解しましたみたいな人いると思います。あ、まあまあそうだね、まあそれはそうだもちろん、まあともくんはあれじゃないですか、今本当に謎々形式で、うん、サイコパスならこう言うだろうを当てにいってる感じですもんね、どちらかというと、うん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 、本心じゃないですもんね。そう今の間ちょうどいい間だったっすね、うん、ちょうどいい間だったいやなんかまあそのコメント欄とかでも多分来ると思うんですけど、もちろん、うん、あの全問正解したぜみたいな、うん、そういう人は多分俺の予想サイコパスじゃないです。ただなんか自分のやった功績を誰かに認めてもらいたい人、うん、あでもそれさっきのさ、なんかサイコパス の通り魔の話で、あでもそれって人に 見られたいっていう願望じゃないですか、承認欲求っていうか。どっちがそのコメントする人、コメントする人はちょっと承認欲求じゃないですけど、うんうん、でサイコパスは自分でそれを確かめたい、うん、あなんかちょっと分かる、自分ルールみたいなね、そう課してるみたいな。そう、あこれ、ね、コメント抑止ですなるほどね、はい、あでも正直、うん、最後の問題、うん、ナチュラルに、うん、なんかもう閉じ込められてるみたいな、うん、想像だったんで、うんうんうん、全部こうポンポンポンって思いついたやつ言って、うん、サイコパスじゃないやつだったじゃないですか、うんうんうん、今最後の問題の答え聞いた時ドキッとしましたひょっとしてみたいな。あでもあれじゃない、当てにいってなかったっすもん、うん、ナチュラルボーンサイコパスって感じじゃない俺はその計算されたサイコパスで、うん、
あの、うん、ケスケはナチュラルボーンでもう自然と備わってるサイコパス、うん、まあ、どっちもやべえけどねなんじゃない、うん、木村さんちなみにどうですか、やってみました自分で。あ、ちゃんとはやってないかな、うん、あの、まあ、問題と答え見て、うん、あ、なんかこの面白いなみたいな、そのなんていうの、斜め上の方向が面白いとこ見てるなみたいな問題を選んだみたいな感じだから、実際にはやってない、やってないね、うん、でも、うん、俺この企画普通にめっちゃ楽しかったっす。面白かったね、うん、面白かった、うん、あ、よかったっす、よかったっす。なんか他にもたくさんあればやりたい、他にも、うん、なんか他にも探してみれば、うん、なんかね有名なのもあるんだよね。そうそうそうね、例えば、窓から見たら、うん、人が誰か殺してましたみたいな、うん、でその殺した人が、うん、あと 指さしてますみたいな、うんうん、それは、何をしているんでしょうみたいな、うんうん、で普通の人だと次はお前だぞみたいなことを言ってるみたいな、うんうん、はい、だけどサイコパスの回答はこう1回から順番にこう回数を数えてるみたいな、うん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 、とかそういうさ、はいはいはい、割となんかどっかで、ね、有名な話じゃないですか。それめっちゃ怖くないですか。怖い、ね、怖い俺も初めてそれ聞いた時、うん、怖って思ったんですよ、ね、そういう有名なのもたくさんあって、まあ、でもちょっとマイナーなやつで、はいはい、なんかちょっと面白いなっていうのをピックアップしたみたいな感じだったもんで、ちょっとねまた次回やるにはちょっと時間をまたもらってちょっと探さないといけないかもしれないですね。なんかでもなんか、うん、なんて言ったらいいのかな、やっぱ次のことを考えてるっすよねサイコパスの人って。次のこと、まあ、そのさっきのその言った指差しのあれもそうですけど、うんうん、もうそこでだってもう普通の人だったら殺してるっていうので一回終わるじゃないですか、うん、事象が、うん、だけどもうすぐその次のことを考えて、うん、次はお前だぞじゃなくて、うん、具体的なみたいな、もうそうそうそうす、あ、うん、殺すための手順にも入ってるみたいなね。あ、確かに行動に移してるっていう感じ、多分人より一歩早いんですよね。あ、だから多分このサイコパスっていう人たちは、うん、例えば世の中の動きを見てとかで、うんうん、なんか違う方に行かせれば殺人じゃなくて、うん、なんか耐性するのかなっていう。あ、でもそれはあるよね、うん、結構さ企業の、うんうん、大きな企業 の、うん、偉い人みたいなのは、うん、サイコパスだっていう調査結果があるみたいなさ、うんうんうん、なんかそういう記事も読んだことあるしさ、聞いたことあるっすね、ね、うんうん、だから本当どっちに転がし、人をこう殺すのがサイコパスっていうわけじゃなくて、うんうん、いろんなこう方向にあるというか、うん、それをなんかうまくそういうのと付き合っていけばいいのかなっていうのは思いますけど、自分がサイコパスだとしても、サイコパスだとしても、あ、この診断して、うん、自分はそのうわ殺人鬼なのかなじゃなくて、あ、だったらこういうアイディアで勝負かけてみようとか起業してみようとか、あ、うん、でもそうなってんじゃない、もうそういう、まあまあでしょうね、でしょうね、そういうことをなってみようとかいう前にもうなってる、もうなってるんでしょうね、やってるっすやってるっす絶対に。なんかやっぱ自分もそうっすけど、でも自分がサイコパスって言ってるわけじゃないですよ、うんうん、だけど、うん、なんか思いついた時に、うん、もうすぐ素材探したりとかしてるんで、多分スピード人より一歩早いっていうところはあるかなっていう、うんうん、あと具体的にちゃんと考えるっていうか、リスクヘッジと、うんうんうん、まあそれあれだね、何やるにも大事な部分ではあるよね、それはね、リスクヘッジ、リーガルチェックは絶対しますね。リーガルチェックって何？あの違法性。ああ、うん、なるほどね。で、何？その違法、多少違法なことでも金が儲けされられそうだったらやるみたいな。うーん。今日ね面白い話を聞いたんですよ。ほうほうほう。うん。沖縄に、その人は、うん、沖縄に行って、はい、ここで生活して稼ぎたいって思ったんですって。うんうん、で何をやったかっていうと。うん、ハブの養殖を始めたんですって。ほうほう。それは、うん、ハブ、沖縄でハブ持っていくと助成金で6000円くるんですって一匹。ええー。まあ昔の話ですよ。今はどうか分かんないですけど、こんなんこれ養殖して持ってったら相当稼げるじゃんっつって。ね、でやっぱそのかなり法律を調べてリガージェックして、うんうんうん、その抜け穴で養殖はダメっていうことは書いてなかったからっていう。はいはいはい、はい。のでかなり儲けたって言って。
実際にそういう人がいるってこと、うん、すごいね。でもやっぱもう本当一瞬で資金を得たかったもんで、うん、やっぱ同じやつがその日のアッパーっていうか何匹までって決まってるんで、うん、全部持っていくじゃないですか、うん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 、でそれを毎日やるんすよもうそれはねやっぱ規制かかるっすよね。まあそうだよね、うん、でもやっぱ稼いだっつってましたね。なんか養殖しだしたら、うん、いや例えば何匹か捕まえて、うん、卵を産んで、うん、それを育ててってやる期間が結構かかるじゃないですか、うんうんうん、それよりも稼いでるってことですよね、うん、じゃあなんかハブのその、うん、調べたらハブの養殖はすげえ難しいみたいなのを人からすごい聞いてたんだけど、うん、意外と簡単だったっつって、へー、実際やってみれば簡単なのかもって、って思ってやってっていう、まあ、10匹その日のね、リミットが10匹だったら10匹持ってきゃ6万ですからね。1日6万稼げるんですからね。いや行動力がすごいね。すごいですね。6318180万月いけるんですからね。それはすごい。なかなかそのアイデアにいかないもんな。そうですよね。その発想力はマジサイコパスだなって思ったっすね。思うね。面白いな。まあ紙一重だね本当に。どっちに生かすかというか。まああれだね、でも一般的に、まあ、この今回の問題で、はい、まあ、サイコパスかサイコパスじゃないかっていうのが分かるとしたら、はい、まあ、結果、まあ、トモは、うん、まあまあ、サイコパスっていうくくりでいいのかな。サイコパスチックな人っていう感じですかね。まあそうですよ。だってトモ君、うん、なんか本心かどうか分からなかったじゃないですか今、うん、今回、うん、サイコパスだったらこうするだろうを考えて答えてるんで、サイコパスの気持ちが分かる 人ああそうだそうだそうだ、そうですね、そういうことだ、うん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 、しかもさこれさ、はい、冒頭に、はい、これサイコパス診断なんですよって言ってから始めたから、うんうんうん、それはやっぱこうさ、そう気持ちが勘ぐるというか、うん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 、はあるじゃない、そっち向いてくる、突然ポンとこの中の一問を友達からポンと出されたら、うん、またちょっと違う回答が出るのかななんて、うんうんうん、だからまあこれ聞いたお仮面のね皆さんは、はい、サイコパス診断じゃなくて、まあ、謎だよみたいなとかさ、まあ、クイズなんだけどみたいな感じでポンと一問この中からピックアップして出してみると、まあ、よりね本性が分かるかなっていうね気がしましたね。でその本性が分かったところで、うん、その殺人じゃないから、うんうん、殺人するとは限らないから、うんうん、なんか そうね、そういうビジネスとかでも活かせるかもしれないし、うんうんうん、なんか俺はそういうサイコパスの人とうまく付き合っていくっていうか、うん、面白い人が多いから、うん、まあ、でもそれは聞きますね、うんうん、いいんじゃないかなって思うんですけどね、うんうんうん、まあでもさコンパとかさ、はい、そういう場で出したら絶対盛り上がるよね。絶対盛り上がる、うん、ほんでそこでまあ仲良くなって、はい、まあ、捕まえた女を紹介してもらうって捕まえた女っていうワードがよくうちにしちゃいけないワードですでも捕まえた女殺しちゃうかもしれないです本物ですかいやいや俺木村さん意外と言ってると思うんですよ。いや私はもういたってノーマルな。だって好みアブノーマルじゃないですか。超ド級のアブノーマルじゃないですか。いやいやそうかな。だってストライクゾーン13歳から14歳っつったよね。そうですね。もう超ド級じゃないですか。でもなんか木村さんのスイッチって独特ですよね。あ、まあ確かにね。うん、あ、なんか今のぶっ込みとかも急に来るじゃないですか、うん、だから多分一緒にいて楽しいっていう、うん、だいぶでかいんで、多分俺の予想はですよ、うん、サイコパスかなって思うなんか僕とともくんで、うん、木村さんに内緒で心理テストみたいなのを集めて、うん、その中にはサイコパスの質問も入れてあるみたいな、うんうんうん、でももう問題ですみたいな風に出さずに、うん、普段の、うん、感じで、あ、木村さんこれだったらどうしますみたいな感じで言った回答が多分本心じゃん。そういうのに織り交ぜて、はい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 、その日に何問もやらずに、うん、ちょこちょこ出して1、2問ぐらいでとどめて、うん、で俺らでこうデータ収集して発表しよう急に俺ら角笑いいっぱい来るようになったらそれいや
でも、うん、普通に心理テスト今日やりますって言って、うん、そういう問題の中に、うん、そういうのがちょいちょい入ってて最終的な集計として、うんうんうん、サイコパス度は何度でしたみたいな、何パーセントでしたとか、だからいろいろ織り交ぜてやってくれれば、うんうんうん、まあ、放送にもこう載せやすいかなみたいな、うん、一つの回として。なんか心理テストとかも言っちゃうとやっぱ心構えしちゃうじゃないですか。あ、でも何の答えか分かんないから、まあ、そうですね、それもいいなって、うん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 、心理テスト会、うんうんうん、楽しいと思うですね、うん、でなんかあのサイコパス診断って、うん、そのサイコパスだとこう違った発想でこう行くみたいな、うん、そうそうそう、斜め上を行かんと、うん、っていう、分かるっすけど、うん、心理テストってなんか、うん、今、うん、草原にいますとか言って、うんうん、で一つ色を思い浮かべてくださいって言われた色があなたの、うん、なんとかな色ですみたいな、うんうんうん、でその例えばそれが赤だとこんなことですみたいな感じじゃないですか。それの中にサイコパスっぽいクイズが入ってきたら、うん、なんかちょっと違うってなりません？あ、毛色がちょっと違うぞと、うん、ちょっと違うぞ、ね、そうかそうかそうか、うん、でも多分どこに隠れますかとかは多分サイコパス診断っぽいじゃん、うん、だけど、うんうんうん、うん、とどうしてですかみたいな理由、うん、最後の問題みたいなとかだったら多分ああいうのだったら織り交ぜやすいですよ、うん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 、そういうのを探して、うんうん、ちょ出してもらえれば、うん、私の絶対サイコパス人となりが絶対サイコパス絶対サイコパスいやそんなことないですよ本当に、うん、至って普通のなんかあれですね、この普通にちゃんとサイコパス診断としてやるのもいいし、うん、なんかあるのかどうか分かんないですけど、うんうん、その本当にただの心理テスト、うん、でサイコパスの人はこう答えるのが多いみたいなのがあって、うんうんうん、っていう集計もちゃんと取ってあって、うん、その問題を俺たちでやっていくみたいな、うん、で答えは後で見る発表、うん、その問題を誰かがセレクトしなきゃいけないってことでしょ、はい、それだ3人のうちじゃない誰かがそれをセレクトしてくるってこと、うんうん、かまあ僕がやって、うん、木村さんに出したいんで、どちらかというと。ああ、そういうことか、うん、あでもなんかそんななんか私をフューチャーする回作らなくていいっすよいや木村さんは俺分かるっすよ、木村さんはなんか、うん、ガチサイコパスなんですよ。いやいやそんなことはないよ、多分ガチサイコパスでみんなでサイコパス投げつけるだけど俺をサイコパスに下で上げて縦にしてその裏に隠れとるっすなるほどね、安全なところに。なるほどなるほどなるほどいやいやそんなことないと思うけどね、サイコパスはその自分の有利に、ね、立とうとするんでそういうことか、うまく運んでくんで、あそうそう、もう流れ全体を作ってるみたいな、ね、そうそういうことか。だからまだ、いやいや多分俺ぐらい の, そのサイコパスレベルだと、うん、それに本質に気づけないから、うんうんうん、ピエロで終わる。あ、まあ、ガチは多くは語らないみたいな、うん、そうそうそうでも自分の中では楽しんでるいやいやいや本当、まあまあいろんなね三者三様でやってるからこそ成り立ってるね、うん、この DHC オカルトラジオっていうもんかなって、うんね、決めつけは良くない ね,、うん、そうですね、うん、ね、ちょっと待って今日終わりだから、何も決めつけてたよ俺にもう間違えたやつも知っとったなとか待ってもう今日は終わりです、その最後の終わり伏線ばらまいてあったな回収してったな最後にはい、はい、というわけで、はい、サイコパス診断やってみました、はいね、またやりましょう、はい、楽しかったですね、楽しかったですね、またやりましょうよ、はい、皆さんもぜひね、あのサイコパス診断と言わずにちょっと出してみてください、出してほしいね、うん、はい、はい、ということで締めますよ、はい、締めますよ、はい、はい、この話もし自分だったらありがとうございました。
また後ほど。皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、DHC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。今日はすいません、出てこんかったっすよ。本日はこの3人ですいませんお送りします。よろしくお願いします。お願いします。この前、うん、意味のわかると怖い話、はい、をやりましたけど、はい、その時に、サイコパス診断もやりますよって言ってたんですけど、うん、ちょっと思いのほか意味のわかると怖い話の問題が良すぎて、そう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 、長考してしまいましたよね。時間がちょっとねあれだったんで、なんで今回はサイコパス診断編ということで、はい、そうですね、はい、はい、お待たせしました。サイコパス診断ですね、はい、木村さんにお任せしてやっていこうと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。これ前回のサイコパス診断もさ、はい、こう私が問題をさ、はい、探してやったんだけどさ、はい、俺もやりてえよ。そうっすよね、わかると怖い話もやりてえよ俺。なんか欲しいっすね、問題の時は問題出してくれる人が。いや、ね、確かに3人で答えたいですよね、うんうんうん、そう、もうまあ、私は、まあ、ケイスケかともどっちかがね持ってきてもらえれば、まあまあそうですね、そうですね、できるんで、うん、じゃあ次こそは必ず意味が分かると怖い話か、うん、サイコパス診断は、うん、木村さんが回答者ということでしたいな、はい、で、うん、もう一回やったやつ出してやります。一回やったやつ大体分かるよ。なぜなら全部私が問題出してるからね。はい、で次はね用意しておきますんで、今日はお願いします。今日は木村さんが出題者ということで、はい、はい、うん、いやいやー、これね、あの 大好評のサイコパス診断なんですけれども、うん、はい、まあ、毎回ねあの疑いがかかる人物がいますよね、はい、本物なんじゃないか、本物なんじゃないか、こいつは本物なんじゃないかっていうね、はい、いやでも、うん、この前のサイコパス診断で、うん、ケイスケもめちゃくちゃホームラン出したし、うん、木村さんが一番じゃないかっていう、俺を盾にして実は後ろで木村さんがめちゃくちゃサイコパスなんじゃないかっていう、そう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 、それはねやっぱ言われちゃってるんですよね、はい、そんなことはないよ。そんなことはない、やっぱ、ね、だからあの玄関です、僕がサイコパス玄関です、玄関で、はい、でその裏にケイスケがいて、その裏に木村さんがいるんですよ。ボスが。自分で問題を出すことによって、はい、自分のサイコパス度が分かんないようにしてるってことかな。はい、そうですね。っていう、だから僕たちが出すまでは、木村さんが回答者になるまでは、はい、ずっとそうです。うん、ね。はい、うん。レッテルが貼られてますね、もう。まあね、まあみんな友の回答を期待してると思うんですよね。はい。なんかちょっと困るっすね。でもやっぱり前も言ったっすけど、はい、どうしても寄せちゃうっすよね。寄せちゃう？言い訳はさしといてください。保険はかけとかんとなと思いました。ガチだと思われちゃうからね。じゃあいきますよ。まあ、はい。第1問ですね。はい、はい、お願いします。漫画家のあなたは自分の考えた話のネタとそっくりの作品が連載されていることに気づきました。後にその漫画は大ヒットし、あなたはその作者を殺しました。なぜでしょう。これあんま長く考えるあれじゃないですからね、パッパッといくもんですからね、うんうん、パッパッと答えていただいて、はい、思いついた、うん、考えなくていいんですよ、はい、なぜでしょう、うん、パッとパッと、パクられたから、パクられたから、ああああ、はい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 、真似された悔しい、うんうんうん、そうですね。トモパスは自殺した。トモパスはどう。自殺した、うん、自分を殺した。自分が書いた。あなたはその作者を殺しました。なぜでしょう、はい、自分が書いてた実は。うわちょっと待ってください。トモパスの時点で、うん、トシボーイズさんがもう出てるんですよ。もう言いたくて仕方ないですよ。キシパス。キシパス言いたくて仕方ない。本物のね、サイコパスの答えを超えてきた場合、ね、そう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 。うん、今トモパス。トモパス。作者を殺しました、なぜでしょうの後に出したトモの答えは、うん、自分も殺し、自殺した。自分を殺した。自分が書いてた、実は。あ、そもそも、そもそも、うん、多重人格かなんか知らんすけど、うんうんうん、自分が書いてたのを、これ誰だよっつって
言ってた。これはすごい答えですね、うん、すごい答えですよ。僕模範回答だと思うんですよ。パクられたって。そうですね、真似されたって。そうですね、一般人の回答ですね、はい、自分のアイデアで売れたのが悔しいから、うんうんうん、まあパクられたってことですね、うんうん、サイコパスの回答ですね。監視されているかもしれないと思ったから。ああ、なるほどね、なるほどね。友のその多重人格、まあ、自殺したっていうのは、うんうん、トモパスです。トモパスです。僕たちラジオなんで見えないかもしれないですけど、あのポーズしてますからね。キシパスの時の。そう。トモパスって、うん。トモパスですね。だってトモ君答える前からトモパスって言ってましたよ。置いてくるだろうなって思ったからね。うん、全然わからんかった。わからんかった。わからんかったらいいんだよ。いいです、ね、いいです。わからんとかないし、ね。ないし。そうそうそう。そうないしからね。そう診断っすからね。俺なんすよこれが。そうだね。うん、じゃあ次いきますね。はい。あなたは街中で突発的に人を殺しました。うん、折り合い悪く一台の車が通りかかり、異常を察した運転手が降りて近寄ってきました。あなたは車に他の人間が乗っていないのを見て取ると、その運転手を殺しました。なぜでしょう。見られたと思ったから。うんうん。トモは逃走する、荷物も乗せて逃走できるように。なるほど、うん、おー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 。通常の回答、運転手に見られてしまったから口封じのため、うん、サイコパスの回答、車を使って逃げるため。はい、きた。サイコパスですね。はい、来ました。寄せてるわけではない。ではないです。ね、自分だったらそうするかなっていう、ね。かなっていう。あ、車ゲッツみたいな感じ。みたいなね、うん。そういうことですよね。グランドセフトオートやりすぎたかもしれない。まあ、そうだね。もうあのゲームがあっちゃダメみたいな世の中になってきますよ。はい。まあなかなかね、初っ端から。うん、素晴らしいですね。いい回答ね、うん、ですね。はい、ここからでもなんか、うん、あの僕が猫かぶってると思われたくないんで、うん、そのなんか模範解答ばっか答えようとしてるって思われるのも嫌なんで、うん、本当に思いついたやつパッパって言ってきます、ね、そうそうそう、うん、その方がいいですよ、その方がいいですよ、うんうん、でまあここから以下はですね、あのアクトアミューズジャパンさんのホームページに載ってたあの、うん、サイコパス診断をやっていきますね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、占い師からの警告という話ですね。はい、よく当たると評判の占い師に見てもらったところ、占い師からあなたに危害をもたらす存在が身近にいるから気をつけるようにと警告をされました。その後あなたは占い師を殺してしまいましたが、どのような理由でしょうか。身近にいたのが占い師だったから言われた時、うん、ああなるほど。俺もそうだと思いましたけど。おお、そう思いました、はい、一般人の答え、はい、まあ、占い師の態度が気に入れなかった、はい、占い師を殺せば占いを帳消しにできると思った。ああなるほどね。自分を狙っている本人や仲間かもしれないから、うん、あ、それがだから自分を狙っている本人や仲間かもしれないからっていうのを、要するに本占い師が殺してくるかもみたいなっていうことですよね。まあ、はい、うん、そっち寄りですよね。そっち寄りですね。2人とも今のは一般の答えに近いですね、うんうんうん、サイコパスの答え、はい、占い師が自分の死を予言できるか試してみたかったから。あー、なるほど。あ、すごい、それは、うんうんうん、すごいすごい思いもよらなかった、すごいなと思いましたね。あ、じゃあだから本物かどうかを確かめるっていうことですよね、その占い師が。まあそうそう、うん、そうかな、うん、それで相手を殺す動機として、サイコパスは相手を殺す動機として自らの危機回避といった理由よりも相手に対する興味や好奇心を満たすような行動を連想しますと。うん、なるほど、うん、次いきますね、はい、こんなポンも言って大丈夫かな。結構ですよね、うん、なんかあったら言ってくださいね、うん、はい。遅刻の理由という話ですね、はい、徒歩で移動中のあなたですが、うっかり寝坊をしてしまい、このままでは大事な待ち合わせに遅れてしまいそうです。さてどうしますか。もう、うん、向こうから連絡来るまで寝たふりします、うん、俺もちょっと同じような感じだ。帰る帰る、うん、どこで移動中なんですか。2人ともまずこう人間として失格です。放棄する約束を。連絡しようよ。本当ですよね、うん、サイコパス以前の人間としての失格です。一般人の答え、はい、相手に電話をして遅れることを謝罪する、うん、何とか走って間に合うようにする、うん、
サイコパスの答え、事故や事件を起こして遅刻の理由を作る。サイコパスの特徴として自尊心の高さと虚言癖が挙げられます、うん、サイコパスは遅刻せざるを得ない理由を作って自らの自尊心を守ろうと考えます。何らかの理由で嘘をつかざるを得なくなった時、必要以上に大ごとにしようと考える人はサイコパス度が高い傾向にあるかもしれません。あ、そうじゃないですか、ケスケ。昔中学生の時に、うん、友達と門限破って遊んでた時に、うん、母親から電話が来て、うんうん、これちょっと母親も聞いてるからあんまり言いたくないですけど、うん、電話が来て、うん、どうしようってなって、うん、とりあえず出なかったんですよ、はい、でもそしたらずっと電話かかってくるんで、うん、分かったっつって俺なんとかするわって言って、うん、電話出て、うん、ちょっとあーとか言って、うん、どうしたとか言って、うん、今当て逃げされたとか言って、おう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 、事故った手にして痛いふりして帰ったんですよ。おうおう、そしたら大丈夫ってなって、そのまま警察呼ばれて、その現場まで行って、なんていうの、現場調査みたいな、おう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 、検証みたいなのをやらされてる間ずっと嘘つき通してました。おうわーケイパスケイパスでも俺も同じ理由で帰りが遅くなって門限ももう破っとって、はい、もちろん門限もなかったけど、うん、かなり深夜2時ぐらいとかまで遊んでて、うん、はい、川にその時も自転車だったんですよ、はい、中学校の時だったかな、はい、中3で自転車を川に落として、はい、自転車川に落ちたっつって、うん、夜道で見えんくて、うん、自転車だけ川に落ちたもんでっつって、うんうん、自転車探してたって言ったことありますね。一回落としてそっから拾って、はい、拾って帰った、わざと自転車を壊して、おう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 、で直してたっていう。あ、うん、まあまあまあね、ついていい嘘とついちゃいかん嘘はあるもんね、うんうん、まあそのケースケのやつはちょっとライン超えちゃったかなっていう感じしますね。ちゃんと写真とかも撮られましたからね、まあ、昔の話ですからまあね、あんまりじゃそれで学んでこういう嘘はやめようってなったんで、うんうん、あれがなかったら俺サイコパスになってましたね。ああ、うん、なるほどね。そうね、うん、そうです、うん、まあまだ幼き頃の話だよね。そうそうです、うん、まあそっか、まあそれはね、うん、うん、それ以降はついてないんでね、そういう嘘はない、うん、そうだね、まあまあ幼い頃だったからしょうがないかとねしょうがない、はい、はい、じゃあ次いきますよ。相手を殺すタイミング、あなたはずっと殺したいと思っていた相手の体内に爆弾を仕掛けました。ボタン一つでいつでも相手を殺すことができますが、どんなタイミングでボタンを押しますか？殺したい相手ですもんね、それ。そうです。とりあえず爆弾があることは分かってるけど、うん、あるけどこいつ押さねえっていう安心感を持たせてから、うん、ちょっと油断して幸せって感じた瞬間に殺します、ね、ああなるほど。でも俺もそうかな、結婚式とか。ああ、その相手の幸せの絶頂の時、幸せの絶頂の時。なるほど、うん、はあ、一般人の答え、相手が目立つ場所にいる時、うんうんうん、相手が命乞いをしている時、自分の機嫌が良い時悪い時など、うん、サイコパスの答え、ボタンを押さずにできる限り相手を苦しめる。ああ、なるほど、なるほど、うん、ずっと爆弾仕掛けられとるって思わせながら、そうそう、怯えさせて、もうケスケじゃん。そうそうでも俺はその後安心させて幸せを感じた時に殺すんで、うん、モリパスもモリ、モリ、モリパスですね。モリなんだ、モリ。ちょっと持ってる。もちょっと持ってるサイコパス。ちょっと持ってる。モリパス。有利な状況で相手を恐怖させられるような脅迫を行うなど、残酷に楽しもうと考えるのがサイコパスの特徴です。ああ、俺ね、なんかその結婚式って言ったのは、うん、その奥さんも悲しむじゃん。悲しむね。ざま見ろと思うもんな。うん、その身内も親も、そうだね、全員おるじゃん。おるね。うん。うん、うわ、そこで多分殺すのが一番いいかなって思ったんですけどね。深いっすね、うん、だって何人のその人一人の時にやったところでその人がおらんくなって終わりじゃないですか。そうだね、うん、何人に残せるかじゃないですか。超えてきましたね。こういう時はなんていうのが、トモパスです。そうです。超えてはないっすよ。超えてるでしょこれは。すごいっすね。すご
だからそいつ自身もそいつを産んだ親も、うん、そいつのパートナーも、うん、全員苦しませる、うん、余命宣告でもう明日死にますよっていう明日死にますよの時の1日前とかね。むごいむごい。なるほどね。あえて自分の手で。そうですね。まあてか多分1日あるだったらみんな呼べるじゃないですか、うん、でそのみんな呼んだのを確認して行くかな。なるべく敵に回したくないタイプですね、うんうん、トモ君俺ずっと大好きです。悲しむ人が多いようにしたいですよね。ショックを与えるのが。もうそろそろいいかな。やべえやつなんだっていうのはね、だんだんなんかこうそろそろいいかな。俺でもさっきのこれの一個前の問題の時に、うん、ケスケがね。寝るって言ったじゃないですか、うんうん、寝たふりするみたいな、うんうんうん、俺結構ケースケ今起きましたっていうのあるんですよ。おうおうおうあ一回帰って寝てんのかなっていうちょっと思いましたよ。じゃプライベートではしないですよ。プライベートでは寝てたってことも言わないですもん。その嘘をつく時であれば。ああそうなの、うんうん、ね、それはどういう感情から 悪かったなって思うってこと。いや別にそれで本当にもっと大事で、うん、どうしても来てほしいなら連絡するでしょっていう、うん、約束の時間に来なくても、うん、ああその約束しててってことはないんですけど、約束したら俺行くんで、おう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 、それで遅刻することもほとんどないんですけど、おうおう、今何しとるとか、ああ、はい、どうでもいい連絡はほとんど返さないですよ僕、うん、で LINE も溜まってるタイプなんで、うんうん、その大事だったらもう一回来るし、しつこかったら出るし、うん、みたいな感じなんでね、うんうんうん、そんなにちょっとその現状にはならないですよね。さっきの問題は、まあ、遅刻前提だったんですもんね。大事な待ち合わせに遅れてしまいそうですっていう、うん、まあ、約束してるっていうあれだから、うん、まあ、その時だったら寝たふりで済ませるんじゃないかな。寝たふりでね、大体僕はそういう時遅刻しないんで。ですよね、はい、人としてね。そう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 、それはもうダメです、まあ、もしそうなったらっていう、まあ、安直な考えが出たかなっていう感じですね、うんうんうん、だから一般人なんですよね。一般人、うん、今日ちょっといいですか。ああ今日昼間にケースケと収録してたんですよ、はい、で一旦解散ねっつって、うん、じゃあ7時に集合しようっつって、うん、ご飯とかも食べて、はい、7時になったんですよ、うん、電話したんですよ、うん、今起きましたって言われたっす。まあでも正直なところそれはどうなのかな。なんていうんですかね、僕とトモくんの間で遅刻はあんまないんですよ。もともとトモくんだってめちゃめちゃ怒れるし、だから俺は言われる筋合いもお互いないじゃないですか、まあ、だからここはいいんですよ、うんうんうん、別にレベルが低い話だな。そうそう、だからそれとはこの話違うんですから。そ う,、ね、そうですよ。大事な約束じゃねえ。そう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 、お互いのその守らんといかん、いや時間じゃないじゃないですか。守らんといかん時間、おのおのが時間だよ。じゃじゃ、それが2人の中ではないんですよ今までが。ああまあ、うん、そうか。そう、トモ君も遅れるし俺も遅れるんだから、うん、どっちも文句言いっこなしですよっていう、うんうんうん、なんか確かにそうだね、守らんといかん時間じゃないかもしれない。そうなんです、うん、それが例えば撮影があって、うん、別で例えばなんかのドラマに出ます、うん、ってなってこの日のこの時間に来ないといけないんで遅れたことは一回もないですよ。うんうんうん、うん、まあそのトモとの関係性の中での遅刻みたいなのはまあありみたいな考えってことだね。まあそれはまあそうだね、まあよく言うと共に甘えてるっていう感じだよね、うん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 、ね、それを別に叱らないっていうかさ、そう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 っていう、俺もガンガンあるんでね、まあそこケースに甘えてるってことだね。だからお互い様ベタベタですよ。お互い様と。ここはお互い様なんです、うん、なるほどね。例えば彼女とのデートとかってなったらもう全然遅れないですよ。うんうん、うん、まあそうか。まあでもそれ、まあ今よく言って甘えてるって言ったけど、まあ逆に言うと、まあ舐めてんのかな。言い方が悪いですね。舐められてる。トモのこと、トモのこと舐めてるし、トモはケースのことを舐めてる。舐め合ってるんですね。舐め合ってるね。だからまあ、まあイーブンっていうことだね。そうそうそう。まあうまくいってるんですよね。ね、うん、お互いの。どっちかが守ってたら、ね、関係は崩れてますからね。まあそうだね。そうなってたら
こっちも寄りますからね。お互いだって俺も守ってたらトモ君も寄ってくるし、トモ君が守ってるのに俺ばっかってなったら言われたくないから俺も守りますし、うん、まあ、そうだね。そうそうそう、まあそれが二人の言い分ってことだね。そうそうそう、でお互いの罪は言い分、言い分になるとねそういうことだね。そう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 次いきますよ、いきましょう次いきますよ、はい、はい、行方不明の子供。あなたの子供が行方不明になってから何日も経ちました。近所の人たちはあなたをかわいそうに思い、毎日のように励ましの言葉を送ってくれています。ある晩、行方不明だった子供が一人で家に戻ってきました。あなたが最初にすることは何ですか？ハグ、うん、俺も抱きしめるかなと思った。一般人の答え、うん、子供を抱きしめる、うん、叱る、近所の人に報告をする、うん、警察に連絡をする。サイコパスの答え、子供を殺して二度と見つからない場所に死体を隠す。うわ、かわいそうって思ってほしいってことですか？そういうことですね。解説、周りから心配されて気を使われることを心地よく思い、その立場を継続させるための方法を考えます。サイコパスは究極の自己本位と言っていいでしょう。うん、すげえこと考えるね。はあ。いや、なんか今回のサイコパス診断重くないですか？なんか前回より重くないです。なんかてかより精度が上がってる、うんうんうん、上がってるかなっていう。あ、答えがもうサイコパス感がすごい。すごい。なんか前までおおそんなみたいなちょっとアスレチック気分のクイズだったのに、なんかちょっと診断になったね、ちゃんと。でなんか前回俺ら当てに行こうとしてましたもんね、うんうん、今のは当てたらいかんっていう感じだった終わりでしょうよそうだね、うん、そんな自分の子供なんてね、うん、だからまあ実際僕たちは本当はサイコパスじゃないんですよ、うんうん、まあまあそりゃそうですよ、うん、そうですよ、そりゃそうですよ、うん、まあチラッとね、チラッとそういう顔が見えるというか、うんうんうん、そういう回答が見えるとまあちょっと面白いっていうね、うんうんうん、そういうやつなんではい、うん、じゃあ次、はい、いきますよ、はい、はい、殺される夢。あなたは顔も知らない相手に殺される夢を見ました。どのように考えますか？どのように刺されたっすね。おう、刺された。どうやって殺されたかってことですよね。え、違うでしょ。まあその状況をどういうふうに考えるかってことかな。じゃあ知らないやつが近々殺しに来るかもみたいな。ああ、うんうん、あいつ誰だ。うん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 、ですね。うん、そいつ殺しに行くぞみたいな、探して、うん、うん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 、あいつ誰だろうってなる。なる。うん、一般人の答え、うんうん、夢だからと気にしない、怖いから忘れるようにする。サイコパスの答えどのような顔だったか忘れないようにするサイコパスは自分に危害を与えようとする相手に対して並々ならない執着心を抱きます。たとえすれ違いに肩がぶつかっただけの相手だとしても、その顔や特徴を忘れないようにと脳裏で反芻させるでしょう。わかりますね、これは。わ、うん、かる。これはわかるな。サイコパスの答えがわかる。わかる、わかる。あ、じゃあ精度が高いってこと？うん。そうですね。そうするだろうなみたいな。うん、だって俺だって刺されたの思い出して、こいつ誰だろうってことはもう焼き付けてるじゃないですか。うん。そういう気持ちですもん。うん。仕返ししてやろうとかじゃないですけど、執着してるわ、その人に。うんうんうん、もう探し出して先に殺すって思った、ね、ちょ、これ夢で起こったことなんで、そうね、夢で起こったことなんで、うんうん、あの本物がこうね、あの襲ってくるわけではないから、まあ、友の考えだと、その夢誰か探して、そいつの夢の中に出て、うん、夢で殺してやろうかなって思うみたいな。そうやったらまあなんか分かるけど、うーん、そうっすね、ね、うん、いきなり
現実世界でそいつ見つけて殺しちゃったら結構やばいやつ、ね、あ、まあまあまあそうですね、それはそうですね、うん、相手は何のこと、うわあいつだっていうのを思うかもしれないですよね、うん、あ、向こうが、いや あいつに殺されたんだって、現実世界で会ったとしたら、会ったとしたらね、もうそれは思うかもしれんけどね、うんうん、いきなりあの刃物振りかざしたりとかしたら絶対やばいよ、持ってんすか、おかしい、ま、おかしいやつですからねそう、でもそれを覚えとくっていう風に考えることがサイコパスってことですもんね、そう、なんか逆にな、忘れようって思うわけじゃなくてね、はいはい、絶対にあいつの顔を忘れないって思うっていうところがね、うん、これいい問題だなと、うん、それちょっと結構いろんな人で、あの、なんていうんですか、気軽にできる心理テストじゃないですけど、うん、なんか飲み会とかで使えそうですね、いいね、うん、いいね、いいね、もう全部使えるよ、これ飲み会で、うんうん、いやでもちょっとね、重いやつが結構あったもんね全部は使えないから、そう、全部は使えない、うん、じゃあ最後おもはやはい、ポンポンと言ってますから、はいはいはい、はい、最後、サイコパス診断テストっていう、サイコパス診断テストをやってみたところ該当する部分が多かったため、友達からお前はサイコパスだろうとからかわれました。その時のあなたの反応は？うわ、サイコパスだろう、ちょっと人と違う感じで嬉しい、うん、ああ、なるほど、あ、うん、俺は、うん、当てられたことにちょっと嬉しい、答えが当てはまることが多かった、あ、診断ってこういう診断ですか？あ、そうよ、そうよ、うんうんうん、そうですよね、そうよ、だからそのサイコパスを診断をどうのこうのっていうよりもクイズの正解がサイコパスみたいな感じで、うん、当てる部分が多かった、嬉しいってなる、あー、うん、なるほど。一般人の答え、どうせ遊びだからと気にしない、どこの回答がおかしかったのか気になってしまう、不本意だと言いながらも特別な感じがして少し嬉しい、うん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 、OK ですけどね、はい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 、サイコパスの答え、サイコパスのつもりで考えたからだと弁解をするハハハハハハハ、解説、解説聞きて、サイコパスになったつもりでサイコパスの回答をすることができる人はサイコパスの傾向が高いです。普通の人はなったつもりのイメージができません。日本の古典つれづれ草には狂人の真似とて王子を走らばすなわち狂人なりという言葉がありますが、想像はしてもくれぐれも実行はしないように気をつけてくださいそう、それがクイズで当たったみたいで嬉しいって言ってましたね。ね弁解別にしてないじゃないですか古典まで出して言われましたよ、ね、ちょっと難しくて、この大きい道が読めない、なんだろうね、うん、大道、あ、道はね、あの道路の路なんだよね、あ、往路、往路、往路を走ればかな、ちょっと教えてくださいはい、いやー最後にホームラン出しますね。ね。え、全然違くない？え？一緒じゃないですか？え、マジで？うん。まあ、サイコパスのつもりで考えたからだと弁明をする。うん、っていうのと、トモ君が言った、これ単純にだってクイズに当たって嬉しいっていう。そう、クイズとして、そのサイコパス診断のサイコパスの答えを出そうとして、うん、まあ、出して、そうだね、嬉しいじゃないですか。そうだね。そういうことね。そうか、そうか。ね、これね、でもね、これね、前回のサイコパス診断でめちゃくちゃ言ってんすよね。言ってる。サイコパスのことを考えてやったから。だったらどうするかなってね。うん。だから、もうサイコパスですね。なんすか、その質問、最後。いいでしょう。すごい。ピンポイントで来るじゃないですか。うん、まあ、サイコパスになったつもりもできないと。うん、うん。一般人は。はいはいはい。うん。だからこれを本当にサイコパスかどうかをの素質があるというかが分かるかどうかは、もうサイコパスになったつもりで考えてって言って、サイコパスの答えが出せればもうサイコパスの素質があるってことですもんね。そういうことだね、そういうことだ、そういうことだ。でもちょっとぶっ飛んだ猟奇的なことを考えればサイコパスになるんじゃないですか。
ていう回答を出せれば、うんうん、あの一番初めの、 あのあれだね、漫画家の話みたいなやつだよね、うん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 、ぶっ飛んだやつって自分を殺したあれは単純にもう自分が書いたのかなって思っただけなかなかね、うんうん、多重人格でみたいな。ちょっと言い訳していいですか、うん、じゃこの前にあの意味が分かると怖い話撮ってたじゃないですか、はい、ちょっとそれが残ってたんですよ、ね、意味が分かると怖い話感覚で答えてしまってたのかな。決してサイコパスって診断だと思って答えたわけじゃなくて、うん、意味が分かると怖い話だと思って答えたからそうなっちゃったっていう、うん、そういうことにしといてもらっていいですか。普通の人はそれもできないってなんか最後の問題で言ってたんですけどそうだねみんなやってみてコメント欄に書いてどんぐらい当てはまったか。俺でも結構外しましたからね今回は、うんうん、もう逆に外しに狙ったのかなと思ってそんなことないそんなことない全力ですよ。前回の結果から鑑みると、うんうん、なんかあえて俺違うよみたいな感じで分かってたけど外したのかなみたいな。じゃあこのパート2サイコパス診断がもうすでに弁明ってことでいいですか。なんかそんな感じちょっと思えたねなんかあれ普通のこと言うなみたいなでもあまりに全部そうすると疑われるからちょこちょこ出しておいて、うんこうっていうので、うんうん、あの夢で殺すとか言っちゃったそうだねってことですかね。うん嘘でしょ何言っても終わりじゃないですかそうですよ、はめられてます今じゃあサイコパス診断のテスト考えてみようかな。それを踏まえていけるじゃない、うんうん、それいいかも。ともくんプレゼンツ、うん、やりたい。だからそのなんでそういう木村さんにその今出してもらったサイトを教えてもらって、うん、解説が書いてあるんですよね。あるよ。これを選びますみたいな、はい、だそれを踏まえた問題を作ればいいってことですよね。そうだねそうだね、うん、それやりたいです。ちょっと時間かかりますけど何問かね、うん、やるのはちょっと大変かもしれんもんで、うんうんうん、まあ2問ぐらい、うんうんうん、なんかあの考察の最後 に、ね、最後に、うん、考えましたって言って、ああ分かりました分かりました、うん、ちょっとそれちょっと面白そうですね。オリジナルサイコパス診断作りましたんでやりましょうってやってもらえれば。分かりました、うん、いやなんか考えてみます。楽しみに待ってよ、うん、そうですね、うん、まだできてないですもんね木村さん。そう一回もやってないからさでもその前にちょっと一個普通の診断やっときたいですよね。木村さんがどんなもんなのかっていうサイコパス診断、普通のサイコパス診断考えたやつじゃなくて、うんうんうん、ああまあそう、うんうん、いい。でも今出したやつじゃないやつね、うんうんうん、今もそうだしその前回のやつもそうだしね、もうじゃないやつ、うん、まあ有名じゃないやつ、そうだね、言ったら、うん、多分結構探すときに見てると思うんで。そうそうなんですよ、ね、探すときにやっぱ見ちゃうんで、うん、結構分かっちゃうと思うんですよね。だから多分10問ぐらい用意しないと、うん、あそれ知ってるよっていうのがあるかもしれないですね。あると思うよ。だからそれを省いていけば、まあ、5問ぐらいはいけるかなと。まあまあそうかそうか、うんうん、楽しみだな、やってみたいな。万が一それで木村さんが知ってるやつは、うん、僕答えるみたいな。うん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 、あ、そうだね、これ私知ってるんでって言って辞退して、うんうん、いいね。そんな感じで、うん、そう、まあ、ちょっとあの茅ヶ崎のねあのクイズっぽいじゃないけど、うん、なぞなぞ大会やろうよ。そうですね、なぞなぞ大会はマジで ね、 いいでね、楽しかった。あれやろうよやりたい。まあじゃあメインチャンネルだとさ、ちょっとやっぱり全然ホラー要素ないから、うんうんうん、サブチャンネルで、うん、やりましょう。なぞなぞ大会、なぞなぞ大会、まあ、ちゃんとあの出題者を用意して3人でやりましょう、うん、回答者3人で。ああなるほど、うん、ああまあそう、そういうでもいいよ、うん、なんかお互い出し合ってもいいし、あ、お互い出し合うのもいいですね、うん、うん、なんかやりたい。やりましょうやりましょう。考える時間大変ですよね、うん、なーとかなっちゃうもんね、うん、それをね編集で切ってもなんかちょっと変な感じになっちゃうかもしれないしね、うんうんうん、まあ、まあサブちゃんなら、うんうん、そのままもまあまあまあそうですね、そうですね、そうそう、まあだから僕らのサブチャンネルの方も登録してもらうと、はい、結構面白いことをやってたりしますね、うん、でもオカルトとは全然かけ離れてますけども ね、うん、そうそう、まあ、でもケイスケ怪談してたりもするからね。あ、そうですね、怪談の回はやっぱ
伸びますね。再生数が多いね。ありがたい。じゃあメインで出していいんじゃねえかっていうね。まあ、間違いない間違いない、うん、カブトムシを撮りに行った動画、はい、全然人気なかった。全然人気なかったですねでもどうしたのかな。2つやったじゃないですか。俺も取り行ったし、うん、木村さんも取り、クワガタ取り行くパターンとカブトムシ取り行くパターンね、うんうん、どっちもじゃなかったっすかそう、どっちもそんなにあの振るわんかったっすよ、ね、そうだね。まあ階段好きな人は、うん、カブトムシやクワガタはあんまり興味ない。そうですね、興味ねえっていう、うん、それが分かった、まあ、多分家でそうやって読んだり聞いたりするからアウトドアあんま興味ないですから、ね、ああそうか、うん、そうかそうか、うん、虫多いし虫多いしね、うん、多分みんなもうゴキブリにしか見えんって言ってますよ。あーそのクワガタがね、うん、うんうん、まああれで怪現象が起こってる話は別でしたよ。まあそうだねでもちらっとさ、そうあのコメントとかね、何分何秒ぐらいの時にオーブが飛んでませんでしたかみたいなさ、あったあったあったよね。車の乗っとるところですよね。なったっけな、ちょっとあれ忘れちゃったけど、うん、そうやって確認した。まあ見ようと思えば見えんことないけど、まあ虫かなみたいな。うん、ね、まあね、いろいろメインチャンネルはやっぱ怖い怖い怪談だったりとかね、うん、オカルト中心でこれからもやっていきますんで、はい、はい、またやりましょう。はい、そして出題お願いします。はい、あオリジナルのやつと、はい、オリジナルのやつと、はい、了解です。木村さんも参加でっていう、参加したいです、うん、はい、はい、じゃあこの話もし自分だったらありがとうございました。TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。僕たち2022年11月12月にかけて札幌、東京、愛知、大阪、福岡をつなぐ5大都市ツアーを開催します。その名もコネクトツアーです。内容は音楽ライブとトークショー。トークショーでは YouTube ではできない話を中心に語っていこうと思っています。音楽ライブでは今までの周年ソングを生演奏。オカルトと音楽でみんなとつながることができるのか。詳細欄にイベントの URL がありますので、そちらからお近くの会場、日程の確認をよろしくお願いします。それでは皆さん、会場でお会いしましょう。よろしくお願いします。はい、 TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。本日はお待ちかねなのか。そうですね、まあでもほんと久々、めっちゃ久しぶり。久しぶりですね。はい、サイコパス診断。おーい、おーい、まあ、ちょいちょいね、ずっとコメントにはあるんですよ、うん、サイコパス診断
もう一回見たいとか、うん、ありますね。ツイッターとかでもね結構あるんですけども、うんうんうん、それを久しぶりにやろうじゃないかと。いいですね。でこれ今までずっと木村さんが出題者で、はい、うん、そうですね、はい、僕とトモ君があのサイコパス度を競い合うみたいな感じでずっとやってたんですけども、うんうん、今日は私圭介が出題者となりました。わー嬉しい。初、はい、木村さん初診断。そうですね、初診断。なんか最近さコメントにさ、はい、あった気がする。あ、木村さんのやつが見たいってやつ。そう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 、あったかもですね。あ、そうですね。うん、でもねもう私はね、うん、もういたってなんか普通のなんか特に面白みのない人間なんで、 あんまりサイコパス、あーあーって違うあのそう思われがちなんですけどうん、うん、中身やべえやつじゃないのか俺はだって一番のサイコパスだと思ってますよ。そう、いやいやいや、そう、トークはエピソードがあるからね。そうそうそ そうじゃあなんかなんて言うんですか、一応俺みたいな感じになってるじゃないですか。一番やべえやつ、一番やべえやつ、サイコパスは、そう、とも担当だよ、ね、みたいな感じだけど、みたいな感じかどうかわかんないですけどそれをなんか俺が表立ってサイコパスで、はい、でも真のサイコパスは裏サイコパス、そうそうそう君が実は私はっていうっていうイメージ。そうなんですよ、だからそれを隠すためにずっと出題してたんですよ。ああ、はい、今日バレちゃうかもしれないか。そういうことか、裏側がね、裏側が。でただ出題者が僕なんですよ、はい、今まで何出したか覚えてないですよ。いやもう私もまあ正直あんま覚えてないですよ。じゃあじゃあ、うん、あのまあ、最悪ともくんが、うん、あこれ被ってるなっていうのあったら言ってください。そうだね、そうだね、うん、まあ、でも、うん、木村さんが覚えてなかったらそのまま、あそうだね、木村さんに答えてもらうみたいな形でいこうかなと、うん、今回はちょっと木村さん主体っていうか、そうですね、木村さんの心を丸裸にしちゃうんで本性を暴きたいなっていう、うん、ただなんですよ、まあ、いたって、はいはい、ただなんですけど、うん、いたって普通っぽい感じの見た目の木村さんに出すにしても、はい、もう散々やってきたんで、うん、ちょっとねいい問題が少ない。ああそうなんだ、うん、なんであの質より量でいこうかなっていう。おー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 今回はほう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 、まあデータ取れますしね、そうそうそう、量多い方がね。なるほど、うん、でいこうかなと思ってますんで。お、了解です。ぜひ皆さんも一緒に答えていただければなと、はい、思います。わかりました。じゃあ早速やっていきましょうかね。お願いします。楽しみ。はい、ではいきます。1問目、ダダン。仕事が終わり帰宅すると飼い猫がいなくなっていました。いなくなった原因は1、窓から脱出した、2、泥棒が盗んだ、3、実は隠れている、4、猫はそもそもいなかった。4択でございます。すっと思いついたもので3、私も3ですけど、なんか4があからさまにやばくないですか。そうそうそう、ね、だからなんかそれはちょっと違うかなと思ったんですよ、ね、4が一番やばやべえやつじゃん、うん、そんな感じしますよね。するするする、はい、じゃあ順番に、はい、答えを見ていきましょうかね、はいはい、ではこれで、サイコパスパーセントが分かると。なるほど、なるほど、ということですね。まず1を選んだ人は一般人、あなたは一般的な性格をしています、うん、なんか窓から逃げた時、そうです、窓から逃げた、まあ、もう俺も木村さんも一般人じゃねえ、いや確定した本当だいい意味で普通な人で、一見サイコパスの要素が見えないあなた、ただ普通であり続けることは難しいので、いつサイコパスな面が見えるか分かりませんよと、うん、そして2、泥棒が盗んだを選んだあなた、責任転換タイプ、サイコパス要素は 70% です。お、高め、うん、高いですね。あなたはトラブルになると他人に責任転換したり自己保身に走ってしまうようです。賢い人なので頭を使う場面を変えれば大成功する可能性も秘めていますということで、3を選んだあなた、はい、いきますよ、うん、3は、実は隠れているですね、うん、疑心暗鬼タイプ、サイコパス要素を 95% 持っています。ほらほら木村さん、いいな表面上はニコニコと笑みを浮かべていても、うん、他人が自分に対してマイナスなイメージを持っているのではと被害妄想が強いようですと、うんうん、はい、え、じゃあ一番最後のやつはもう 100% なの、ねね、猫はそもそもいなかったですね、うん、はひねくれ者タイプ、ほう、4を選んだあなたはひねくれ者タイプ、うん、サイコパス要素は 35% と少なめ、低いんだ、低いんですよ、逆にそうなんだ、他人の言うことを素直に信じられないひねくれ者、天邪鬼な行動が目立ち周囲の人から敬遠されてしまう恐れもありますと、うん、
ただのひねくれ者っていうことみたいですね。じゃなんか俺はさ、それを英語聞いてさ、自分の家じゃないんじゃないかなと思ったんだよね。おお、主人公が。やばい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 。なんか仕事終わって帰ってきたとしか言ってなかったからさ、うんうんうん、自宅に戻ってきたわけじゃないのかなと思って。だからこの人が、まあ、殺人犯なり泥棒で、でなんかその猫はその家の人を表してるのかなって勝手に思ったから。怖いですよ。怖すぎるそれ。もうね。やばいよそれも。表だってサイコパスですから。やばい。だってサイコパス診断でしょ。そうですよ。やばいよ。いや、今木村さんともくんのことやべえとか言ってますけど、言ってました。答え一緒ですから。いやだって家帰って猫がいなかったってなったら、うん、まず先に逃げたかもって俺思うもん。それ答え知ってるからでしょ。テストも3でしょ。実は隠れてるなっていう感じじゃない、ね、うん、いや、まあ、分からんでもないですよ。逃げるなんてことあんまないですよ ね, ね。でもうちは話がいタイプだったんで。あ、そうかそうかそうか。なのでどっか出てんだなっていう思考はすぐ浮かびますね。猫飼ってたことがあるってことですね。そうですそうです、うん、はい、ちょっと飼ったことなかったもん。そうそうそう。どうせ隠れてるだろうなって思いますよね。はい、では2問目いきますね。はい、はい、あなたは肝試しの驚かせ役になりました。どんな方法で驚かせますか。1、おもちゃの蛇をぶら下げる。2、物陰から突然飛び出す。3、お化けに変装して追いかける。4、落とし穴を作って罠を仕掛ける。さあどれ。4か2なんだっけ。2は物陰から突然飛び出す。それかな。お、分かれましたね。トモ君は落とし穴、うんうん、4番落とし穴を作って罠を仕掛ける、うん、木村さんは2、物陰から突然飛び出す、うん、一番だって4はさ、もうだって怪我するよそれ。穴掘ったら落とし穴で、うんうんうん、時間もかかりますしね。しかも、うんうん、そう1回だけになっちゃうことなのかねそれ、うん、肝試し何人も多分来るじゃん。ほんで落ちたらさ、またそれ穴をさ綺麗に整えんとかもけたら。そうですね、上はねえ、はい、上は結構大変だよそれ。でも一番かかった時に楽しくないですかこっち側が。一番すごいやべえよ。だって言ってることはすごい。骨折するかもしれんし。なんか前あったじゃんそういうさ落とし穴サプライズでなんか ね穴掘ってさ落とし穴なくなっちゃったやつ。海の、そうそうそう、海辺の、そうそう、そんなガチじゃなくていいんすよ。ふわっとふわっと思うことを言ってくれれば。あとなんか3は追っかけるやつでしょ、はいはい、なんか逆に追っかけられる可能性もあるじゃん。なんか逆上してくるみたいな、うん、襲われるみたいな。そう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 、それが怖いもんで、はい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 、まあ、パッと脅かすぐらいがいいかなって。まあ一番ベターですよね。なんか物陰から脅かすっていうのはね、うん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 、はい。じゃあそんな感じで一つずつ答え合わせしていこうかなと思います。お願いします。1番、木におもちゃの蛇をぶら下げるを選んだあなたは、うんうん、ちょっとすいませんね、なんて言いますか。陰湿。陰湿、うん、すみません、陰湿なタイプ、うん、サイコパス的な執念深さは 70%。 あ、でも高いですね。高いですね、うん、あなたは相手からされた嫌なことをずっと心の中に留める傾向があるようです、うん、みたいですね。1番、うんうん、意外と執念深いと、うんうん、では次2番、うん、物陰から突然飛び出す、木村さんの答えですね、うん、はい、正々堂々と向き合う素直なタイプ、サイコパス的な執念深さ 20%。 おう、うんうんうん、あなたは相手と正面からぶつかることのできる できる性格をしているようです。飛ばしたよ。何ですか。物何読めなくても大丈夫かな。物おじ、物おじかな。物おじしないタイプかな。なんでわかったんですか。物をぐらいまでだったらね。なんか物こわ、物こわ聞き取れんかったけど。なるほど、みたいですよ。 20%。 はいはい、そして3を選んだあなた、3はお化けに仮装変装して追いかけるですね、うんうん、目的達成のためなら手段を選ばないタイプ、うん、サイコパス的な執念深さは 90%。 おー、すごい、めちゃめちゃ高い、うん、結果や目的達成のためならどんな準備や犠牲も伴わない傾向があるようですと、うん、なんか俺的にはね、
落とし穴の方がこれって感じしますけどね。するするする。いやどうかね、わかんない、わかんない。そう、まあそして4番ですね、とも、うんうん、君が落とし穴ですね、うんうんうん、しっかり計画を立てて行動するタイプ。おー、サイコパス的な執念深さは 40%。 あざす。分析や計画を行って実行に移すようですと、うん、また確実性を重視するために成功率が低い場合は実行も起こさないでしょう、 という、ね、なるほど。なんかその感じがサイコパスっぽいって思ったんですけどね。違うみたいですね、計画的な感じ、うん、なんか突発なのかね、わかんないけど。一番でも落とし穴がニヤニヤできるじゃん。まあそうですね、ちょっと怖いですね、なんかやっぱり表立ってサイコパスやっぱ怖いですよ、言うことが。確かにニヤニヤできますよ ね。でしかも自力じゃ上がれないぐらいの、そうでそれをずっと見てたんですよね。わかる、俺たちサイコパスじゃないですよ、性格悪い。確かにね。分かった、俺たちは性格が悪かったです。じゃあ続きまして、はいはい、これは凶悪度が分かる心理テストだそうですね。まあもうゼロだな。まあ言っててください。今から暴いていきますから。はいはいはい、裏側がね。そうです。裏側がね。表立ってサイコさんもサイコパスさんはそのまま突っ走ってくれれば大丈夫ですからね。ではいきます、はい。あなたはショッピング中に突然強盗に襲われ連れ去られてしまいました。うん、しばらくして強盗たちは酒盛りを始めパーティーをしだしました。うん、その時あなたの状況は、1、宴会の見せ物としていじめられる、2、強盗たちに忘れ去られる、3、強盗の一人が食事を分けてくれる、4、一緒に酒を飲んで盛り上がった。さあどれ。2、3か4だな。お、2、木村さんは強盗たちに忘れ去られる、忘れ去られる、はい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 、うん、トモ君は3か4、うん、3が強盗の1人が食事を分けてくれ る、4は一緒に酒を飲んで楽しむ、盛り上がる、盛り上がる、うーん、おー、え、共犯みたいなことですか。うーん、っていうかなんか仲良くなっちゃいそう、犯人と。なるほど、うん、仲良くまではいかんけど、うんうん、ある程度喋れる状況まではいけそう。なるほどですね。やっぱトモ君のやっぱそのなんていうんですか、選んだ理由とか聞くと、うん、パスになって思う。いやなんかパスみを感じるなっていうところありますね。なんか一番逃げれそうな状況じゃない、仲良くなれば。あ、うん、確かに。あ、なるほど。じゃあせっかくね、トモ君から発表していいですか。はい、はいはい、じゃあ4の一緒に酒を飲んで盛り上がったを選んだあなた、いきますよ、うん、あなたは凶悪度 70% 高い。あ、集団、あ、そこまで高くないじゃんと。70も高いですよ。70も半数以上ですからね、うん、あれですよ、あのサイコパスだったらもう牢屋ですよ、アニメの。はい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 、犯罪係数 70% やばいですからね。そうですね。すいません、余計なこと言いました。いい集団犯罪クソ噛んだ、集団犯罪タイプ、うん、仲間意識が高く仲間からの誘いに断れずにみんなでやれば怖くないと思って実行してしまいます。ああ、そういうことね。集団で犯罪を起こしてしまう危険性がありますと、うんうん、いうことですね。なるほど、はい、だからその逃げれそうとかっていうことではなく、うんうん、まあ、ちょっと仲間だしっていう意識で一緒にやっちゃうみたいなパターンですね、うんうん、じゃあそして悩んでいた3の方、うん、強盗の1人が食事を分けてくれる、うんうん、なんですけども、3番を選んだあなたは凶悪度が 20%、 おお、一番高いかと思った。そんなことなかったんですよ、うんうん、意外に真っ当なタイプ、周囲にいる人たちや友人に恵まれて育ってきたため反社会的な気持ちを持ったり反道徳的な考えを持っていることは少ない、非常に真っ当なタイプの人間ですと。3だったな。3だな。私も3だな。いやいや、ちょっと変えるわ。即答で2だったじゃないですか。まだ聞いてないんでね。まだ聞いてないね。まだ聞いてないんで。一番であってくれって思うや。一番凶悪なタイプであってくれって。じゃあどうします？木村さんの方からいきますか？2からいきます？暴動たちに忘れ去られる、はい、を選んだあなた。はい。はい、いきますね、うん、あなたは凶悪度 90%。 おい、おかしいやん。すごい、ほら大正解じゃないですか。おかしいやん。大正解、大正解かどうかは分からない。確かに凶悪犯罪タイプ、自分が無視されている
仲間外れにされているという疎外感が強く、うん、認められていないという認識が非常に強いようです。凶悪犯を考えてしまったり犯行に及んでしまう可能性があります。ということですね。いやもうさ、なんていうの、自分の存在なんて、はい、ま、なんかちっぽけなものでその強盗犯からすれば、うん、もうなんかいてもいなくても一緒みたいな、うん、もうなんていうの、忘れ去られた存在みたいな、うん、決してこう自分のことを、なんだっけ、なんか疎外感、疎外感があるとか、うん、それって結構自分主体な考え方じゃん、うんうんうん、じゃなくて強盗犯から見た自分はどうなのかなっていうところで、うんうん、なんか取るに足らないやつみたいな、はい、そういう、まあ、ほっといても大丈夫でしょうみたいな、うんうん、すごい分かるんですけど、そういう感じで2番を選んだんで、うんうん、90% じゃないです、はい、でもそれ強盗犯から見ると疎外感ありますよね、うん、その人っていや そうかな取るに足らない存在それほどでもないよっていう、そうそう、全然なんかそう警戒するわけでもなく、 なんかあんなやついたなみたいな、はい、そういうちっぽけな存在でいい、だからしたがって凶悪度 90% っていうのは、うん、それはちょっとないかなって思うね。そうやって思うわけですよね。思う。でもそんなことないです言葉のトリックですなんかでも昔木村さんがなんか昔はそれこそ、うんうん、例えばこの3人だったとしたら俺と圭介が遊んどるとなんで俺誘ってくれんって思うタイプだったとか言ってたじゃないですか。昔は ね中学生ぐらいの時めっちゃ思ってた。だからなんかすげえその回答わかるわっていう、うん、あそう、うん、その疎外感みたいな。トークもそのタイプって言ってた時ありますよね。そうだから仲間意識が強いみたいなのはすげえわかるわっていう感じだった俺は。なるほどなるほど、うんうんうん、そうだからそれがきっかけっていうかそういう考え方があるから後に犯行に及んでしまうっていうことがあり得るよっていう、うんうん、ことなのかな。いまいち納得いかんけどねそうなんですよ、うん、多分ねトモくんもずっと納得いってないですよ多分ですけどね、うん、あじゃあ 1はそうですね、1、1は、見せ物としていじめられる、うん、を選んだあなたは凶悪度 40%、うん、単独犯罪タイプ、被害者意識が非常に高くその反動で他者をいじめる傾向があったり社会に対して不満を持ちやすく国の政治が悪いなど勝手に思い込んだりします。単独で犯行を行ったり個人的なテロリストになっていく可能性がありますと、ね、いうことですね。俺さ 3,4 にで迷うって言った理由がさ、はい、まあそのどう逃げるかみたいなの主体で考えたのよ。その場からってことですね。だから3はさ仲間の一人がこうやってご飯をくれるんでしょ、はい、そんぐらいなんか同情させれるっていうか、うん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 、なんていうのか、ちょっと喋ってなんかこの人かわいそうだなご飯あげようかなっていう犯人に思わせることができたのかなって思った。はい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 、そんぐらいなんか演技者で、うんうん、なんかそうやってサイコパスっぽいなと思ったんだけどね。はあ、なるほど、うん、そっちの方がサイコパスっぽいなっていう、うん、っていう感じだった。うん、でそれを選んじゃうともしかしたらサイコパスになっちゃうかもしれんと思って4にしたそしたらもっと凶悪っ、もっと凶悪だっただからその思考もサイコパスなんですよねきっと。それとサイコパスになっちゃうかもしれない。そう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 、結婚したんだよもうサイコパス感はなくなってるんですよ結婚するとなくなるんですか。なくなるんですよ、なくなるんですよやっぱりおかしいな。じゃあこの中で一番サイコパスは俺ですけど。そうそうそう、そういうことなんですか、おかしいな今のところ木村さんだけどね。そうですね、今のところ木村さん 90% ですからね、うん、まあ、うん、結構引き強い、うん、まあでも今のはね、さっきは 20% だったけどね、はい、さっきのはね、あバラバラバラつき合いますからそうですね、もうちょっとね鳴らして、ね、データをちょっと取って鳴らしてみないとちょっと分かんないですね。これからもっと詳しいのが出てくるかもしれないですからね。まあまあそうね、今回質より量なんで、いや量たくさんでねデータ取れるんでいっぱい、はい、なのにもう20分経ってますからね知ってますすごっ次、はい、いきますね。サイコパスな自尊心が分かる心理テスト、うん、会社に出勤の日寝坊で大事な待ち合わせに遅れそうです。この時あなたが取った行動は、
これは4択じゃないです。あ、なるほど。はい。あなたならどうするっていう。電話をする、まず。はい。うん、すいません、ちょっと遅れそうなんです。いついつぐらいに着きそうですって連絡する。うんうん。うん、はい。なるほど。うん。タバコ吸う。とりあえず。とりあえず。とりあえず、タバコ吸う。もうだって遅れとるんでしょ。はい。もう10分も1時間も変わらんな。その間に何を考えるんですか？その間に、でも言い訳考えるかもしれないな。あ、ちょっといろ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 これで大丈夫だろうなっていう、うん、許してもらえそうな、うん、許してもらえるっていうか、うん、その許す許さんも考えれんぐらいのやつ考えると もうぶっ飛んだやつ。面白い。じゃあ正解発表いきます。はいはい、一般人の答え、うん、間に合うように急ぐ、相手に連絡を入れる、などの答えが一般の答えです。はい、一般人の答え、はい。サイコパスの答え、はいはい、事故や事件を起こして遅刻理由を作る人。依存心の高いサイコパスは遅刻せざるを得ない理由を作り出します。あなたはタバコを吸ってゆっくりその理由を考えます。一回落ち着くね。でとんでもねえことを考える。あ、おかしいな。俺結婚したじゃん。よかった、結婚して。結婚するやったらただのサイコパス。結婚サイコパスになって。あれなんか、いや、そうか、正しいテストだねこれは。すごいですね、正しいテストだ。まあでも答えがやばかったっすもんね。でも実行しないからね。そうですね、うん、これは聞かれた答えてるだけですから。そうする、それで本当にやんないってことだよね。うん、そうそうそう、それはだからサイコパスの人がまだ俺人殺してないですからって言ってるのと一緒ですから。潜在的なサイコパス度を調べるテストだからね。そして実行してたら人を殺してますから。そうだね、犯罪も犯しちゃってますから。結婚してよかったです。よかったですよね。待って、だから俺今答えをトモ君が、うん、答えてる間笑いが、そうだね、顔ニヤニヤしてたもんね。これできるんだよ。何を言う言うと語っとったんだ。ああ、今表立ってサイコパスのおかげで木村さんだいぶ隠れてますから。もう今は本当ね、社会人としてはもう当然の行動ですからね。相手の時間を奪うなんて、もちろん持ってのほうがいい。間違いなかったわ。まずは連絡して、一概につきます、すいませんっちって。ちなみになんですけど、うん、俺もすぐ電話するタイプです。ええー？はい。嘘だ。本当ですよ。ゆっくりするな。ケイスケは。今答え知ってるから。ケイスケはゆっくりするでしょう。いや、もう悪びれず行きますよ、ね、遅れて。俺そういうやつなんです。なんなら2時間ぐらい待っとる相手に、もうすぐ着きまーすぐらいの感じで。平気だな。じゃあ次の問題いきますね。はい、はいはいはい。サイコパスの気質な感覚が分かる心理テストだそうですね、うんうん、あなたの子供が行方不明に、何日も見つからず近所の人たちは心配して毎日、親切な言葉をかけてくれたりしました。そんなある日、あなたの子供が一人で帰宅しました。この時あなたが子供にとった行動は、これは選択肢がないの？ないです。ない。あなたならどうする？どこ大丈夫？あ、よかったっつってどこ行ってたのって聞くな。うん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 。うん、なぜいなくなったんだっていうことですよね。うん、そう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 。何食べてたか聞くかもしれん。何日かにもよるから。あ、その間。うん、ああ、なるほど。なんかどこにおったか突き止めれそうじゃない。あの人ん家いたんだなとか、なんか言うなよとか言われてそうじゃん。ああ、そうかそうかそうか。あ、その行方不明になった犯人の居場所が分かるってことか。そう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 。あ、頭いいですね。うん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 。これ一般人の答えは、はい、抱きしめる喜ぶや、なぜいなくなったか聞くとか、うんうんうん、近所の人たちに連絡をする、うん、っていうことなんですけど、うん、サイコパスの答えは子供を絶対に見つからない場所にもう一度隠す。それは周りからこう心配されることに喜びを感じるので、サイコパスは。なるほど、はい、隠してもっとその状況でいたいっていう。ああ、そ
そうね、サイコパスみたいですね。ともくんのはちゃんとあれですね、サイコパスってよりかは犯人突き止めるための一手みたいな、うんうん、もうなんかさ、まあ、例えば、まあ、どんぐらいの期間なのかちょっと分からんけどさ、うんうんうん、10日ぐらいだったとして、はいはいはい、もう心配の声も多分ムカついてるのよ俺、自分で置き換えると、うんうん、はいはいはい、うん、もういいわどうせね、お前らでしょみたいなぐらいに思っちゃう、逆恨みみたいなしちゃいそうだなってね、八つ当たりとかしちゃいそうだから、うん、はい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 、うん、だからあれですね、サイコパス対サイコパスってことだすごい持ってくじゃんねえ、なんかそっちの方にみたいな俺でもそれで言うと、今ので言うと俺一般人の方だったからそうですね、うん、何食べとったか聞くからね、うん、違う、その後になぜそうするかっていう考え方がこの一手先行ってる感じがサイコパスっぽいなっていうあの答え出してくれるから違うんですよ、木村さんがなんか普通で言おうとするからあんまり掘り下げてこないですよ。いや普通で言おうっていうか、まあそれがこう自然に出てきた答えだから ね、自然とだからまあ普通の人っていうことなんですよね、うん、今のところね、今のところじゃあ次の問題いきます。凶悪度 90% そうですよ、あの1回だけ真の部分が 90% ってことで、うん、1回だけまだわかんないですからねまだわかんない。じゃあ次いきますよ、はい、これも、自分で答えるパターンです、はい、恋人のお葬式、うん、あなたには破局寸前の恋人がいました。お互いにもう愛はなく冷めていました。そんなある日、あなたは恋人を巧妙に殺しました。周りにはあなたが犯人だとバレていません。葬儀後、あなたは泣き崩れ、友人たちが心配するほど悲しみに暮れました。自分が殺したのになぜでしょう。友人たちの前で泣き崩れた。泣き崩れた。心配、友達たちが心配してくれた。自分が殺したのになぜでしょうかと。なんか、それはだって演技じゃないです。そういう演技してなきゃ自分が疑われちゃうじゃん。うん。うんうんうん、だからじゃないのかね。はいはいはい。もう自分が犯人ってバレないように。うん、ちゃんと悲しんでる演技をしてると。そう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 。うんうんうん。なんかもうこれはなんか逆にそのサイコパスの答えを当てたい感じする。ね、する、ね、うんうん、するな。なんか多分その演技とかだったら一般的な答えだよ ね、はい、感じはしますからね。うん、そう、一般人の回答、うん、自分が犯人だとバレたくないから、ね、やっぱり愛していたから、うんうんうん、というのが普通だそうですね。うんうんうん、サイコパスの人の考え方、うん、はい。は全然違うんだよね。全然違うっすよね。うん、ね、保険金が入るからとか。あ、それで何？嬉し泣きみたいな。そうそうそう。嬉し泣き。嬉し泣きっていうか、まあでも演技か。なんか破局寸前のっていうところは結構ポイントな感じ、ね、ポイントな感じしますよね。うん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 、そう。だから。あ。その死んだ彼女の中では最後の男になってしまったから。むず。うわ、むず。どういうこと、どういうこと。なんかその、うんうんうん、破局寸前でもう愛はなかったのに、うん、自分で終わらせてしまったみたいな。他の人に言ってくれよみたいな悔し泣き。あ、なるほど、うん。それはサイコパスだね。ね、自分でやっといて。それはすごいな。てか、あれですね、違います。違います、はい、サイコパスの回答はこうですっていうのが、なるほど、あるのではない。ドンピシャがあるのね。そう、うん、だけどまあまあそっちの方が俺は怖いなって思う、うん、まあでもそうか、うん、でも自分でやっといてっていうのがあるですからね、うん、それだったらちょっとなんか意味怖感ありますよね。そうそうそう、当てたい、当てたい、当てたい、これは当てたいですね。当てたいよね。たださっき似たような答えありました。え、今までにってこと。はい。穴掘って驚かす。どういうことですか。あ、じゃあ今までの過去問の中にあったってことでしょ。なんか似たようなのが、はい、似たような流れ、そういう理由でこうしたっていう、うん、同じ答えがあった。あった。うわ、全然覚えてないけど、なんか泣くのあったなっていうのが。うんうんうん、泣く。ま、泣く全シリーズってこと。あの前のシリーズ、 今の今日だよね。今日の中で、今日の中でね。うん、
で強盗される話と、うん、おなんかお化け、肝試しの話と、うんうん、もう覚えてないんですよね。覚えてない覚えてない似たような話がある、うん、あそういう特徴だったなみたいな。ああそっかそっかそっか、うん、そっか、うん、じゃあ、はい、さっきの話だな、さっきの話だ。あどんな話だったっけ。疎外感。いや違うんじゃない、それはみんなで泣くみたいな。あ心配されたいから。おーさあ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 だ。あ正解です。そういうことか、うん、注目されたい、うん、あプラスかわいそうな自分に酔えて楽しい。あ、うん、なるほど、はい、ということでしたね、うん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 、はい。なんかこの意味コアっぽくなって、うん、謎々っぽくなるとちょっと楽しくなってきます、ね、当てたくなってくる、ね、当てたくなる、うんうん、次から、はい、あの4択じゃないので、うん、そういう感じで当てに行ってもらってもいいですよ。ああ了解了解了解。まずは素直にパッと答えてもらって、うん、その後当てに行きましょう、はいはいはい、ああいいですね、了解です、うんうんうん、では行きますね。はいはい。あなたがある家に泥棒に入ったところ、その家の主人が眠りから覚めた、覚めました、うん、あなたの顔を見ます、うん、するとあなたが見る前で鍵のかからないタンスに入って隠れました、はい、あなたならどうやって殺しますか。どうやって殺しますか。その鍵のかかってないその主人を。はい。まあ時間かけてゆっくりだよね。サイコパスなら、うん、だからまあ家中をまず物色してからじゃない、うん、なるほど。だってもう音が立ってる時はもうビビってるじゃないですか絶対に。でも逆にそっから出てきてなんかされるかもしれんよ。いや多分サイコパスだったらゆっくり楽しんで殺すってみたいなのがなんかありそうな気がする。なるほどね、うんうん、最大の恐怖を与えてみたいな、ね、そうそうそうみたいな、なんか瞬間ではいかんそうな気がするんだよな。すぐでは、普通の答えっていうのもなんかさ、どうやって殺しますかっていうのに普通の答えあるのかね。サイコパスじゃない答えが。あでも開けないな。開けずに、うん、ドアの前からなんか剣とかみたいな長いので刺すとか、なんか、ま、マジックみたい みたいな手品みたいに、うん、いきなり あるかなそんなの。えそれがしかもわざと外すかも一発目は。怖いよ。なるほど、ね、怖い。めちゃくちゃ今サイコパスになろうとしてますよ、ね、そう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 。今トモ君はまともな人としてとサイコパスとしてを行ったり来たりしてますね。そうそう。これあの一般人は外から刺し殺すっていうすぐおが一般的 なそのタンスに入った状態でってこと、はい、うんうんうん、中に人がいる状態で外から殺す、うん、か固定して燃やすとか、うん、タンス、それも結構怖いですね、うんうん、まあ、でも一般的にはパッてそれが思いつくんですけど、はい、サイコパスはじっと待ち、出てきたところで殺す、はい、あなるほど、はい、あえムキムキだったらいいじゃないそんな相手が。まあでも銃とかだったらね。ああまあそうかそうかそうか、うんうん、まあそうだね、そうか。いやこれは、まあ、まず出てくるまで待った方が安全っていうのもあるみたいですね。なんか中で何をしてるかも分かんないからみたいな。へえ。だしある程度距離を置きたいよね。そうだったらね。そうですね、うん、まあでもサイコパスはそういう考えに至るみたいですよ、うん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 、はい。では続きまして、はい、いきますね、はい。あなたは連続殺人犯です。あなたは窓があるエレベーターでのみ人を刃物で刺して逃げます。おう、どうしてでしょうか。刃物、うん、刃物で刺す、刃物で刺す、うん、窓があるエレベーターってさ、要するに外から見えるってことだよね、はい、うんうん、なんか見せたい感じ、見せたい感じはちょっとあるけど、ね、うんうん、でもエレベーターの上下なんて普通のことだからさ、うん、別に見ないよね、その下にいる人とかもさ、別にそんな気にしてないと思うんだよな。だから中の人がなんかどうなったか見えるようにみたいな、嫌な、そうそう、嫌なことじゃないのかね。外からっていうよりはその殺された人が嫌な気持ちになるみたいな、そういうことなんじゃない、見せ物になってみたいな。まあ上り下り関係ないですか。関係ないですね。窓があるエレベーター、それが動いてる動いてないとも別に言ってないですね。あそう、
どっちでもいいんだと思います。あ、そっか。難しいな。苦しんでる顔を外に見せたい。はあ、なるほど。うん、これは、有名な、サイコパス診断、で、あ、そういう風に見るのねみたいなパターンあるじゃないですか。あるあるある。そのパターンを想像して考えてもらえれば、当てにいけそうかなっていう。何回で殺したか分かるようにすぐみたいな。それもちょっと違いますね。なんだろう。まあ、でもなんかそんな難しく考えるようなことでもない。ああ、そうなんだ。はい。窓がある。まあ、まず一般人の答えは他人に見せようとした。これが一般人の答えですね。そうね。はい。だからそれじゃないっていうことなんだね。じゃないんだね。はい。だからね、でもまあ俺も木村さんもそういう人に見せようとしたみたいな。そうですね。一般人ですね。一般人ですね。はい。それと、じゃあサイコパスだったらってことだね。サイコパスだったらどうするかっていう。どうするか。窓がポイントだもんね、絶対ね。ポイントだね。ポイントだ。うん、そうなんです。最後の景色を見せる。うん、あ、その死ぬ人に、ちょっと弔いじゃないですけど、いやー、ちょ全然なんか理由は分かんないけど、なんだろうな、ガラスに反射して自分の顔が見えるような、あ、分かる分かる、怖いですね、分かる分かる分かる、でもまあ鏡ついてるな、鏡でもいいもんなっていうね、窓があっていうのがポイントだよね。でエレベーターでしょ、はい、窓があるエレベーター、サイコパスの気持ちになってねえ、でも全然わからんな、ちょっと考えてみよう。でも有名なサイコパス診断テストの系譜にあるというか、そう、あ、そういう感じの見方するんだみたいな。あ、なるほどね。うん、あ、意味がわかると怖い話っぽくしてるわみたいな。はい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 、うわ、当てた当てた。 そんなに深くもないですよ。あ、うん、そんなに深くもない、はい、だからトモくんが言ったやつの方が怖いですよ、さっきの。え、何？なんか蚊が反射して映る顔を見せたいとか、ああ、うん、そうなんだ、の方がうおっとするって思いました。へえ、でも鏡あるしな、もう、まあ、その通りですけど、うん、難しいな、難しいね、うん、そう、多分考えすぎちゃってるパターンだと思うんですね。ああ、そうなんだ、うん、逃げ場はない、エレベーター高いとこ行くじゃん。はい、うん、だからもう逃げ場がないぞ。あ、でも上り下り関係ないから下のパターンもありますよ。そっか、はい、え、全然わからんな、なんで窓を、なんだろう。掃除しやすい。ああ、なるほど。掃除。いや、でもでもって感じだけど、うん、窓があった方が、うん、窓拭くだけでいいみたいな。でもその壁が。そうですね。これは多分出ないと思いますね。答えいきます。そうなの。はい。ヒント。ああ、いいね。ヒント。うん、ヒント。あくまで見せるためではなく、うん、利己的、はい、自己中心的に考えるからそうなるっていうことなんですけど、そうなんだよね、はい、やっぱサイコパスじゃないもんね。ねえ、ねえときた。なかなかそういう気持ちになって考えられないんだよね、普通の人は。なんか自分がどう思うかってことだ。相手はあんま関係ないんだよね、多分ね。関係ないですね。自分がそれに対してなんか優越感みたいな、うん、なんか正当性というか、うん、その人の中での理論としてそれがなんかより高揚、そう、筋が通ってるっていう気持ちが高揚したりするっていう。
ないだと思うんだよね。ないなマジで。うん、まあそうですね、フェチみたいなもんですよね。なんかそう、そういう感じかなっていう感じするけど、うん、ちょっとピンポイントすぎるなっていう感じもあるし、うん、窓があるっていうのがポイントなんですよ、うん、ポイントだよね、はい、窓があるってことは外が見える、見えるよねってことは、ってことは中、外からも中が見えるんで、うんうんうん、現場を汚されない、うん、汚されない、うん、その入っちゃうと、うん、あ、そっから見えてるから、うん、第三者が入ってこないってことです。そうそうそう。あ、違います。でもまあ外から見えるからっていうことだよね、うんうんうん、多分今の感じで言うと、はい、でも外から見えるっていうのは一般の人の考えだよね。でもそれがなんで外から見えるのがいいのかっていうのがサイコパス的な答えになるっていう、うんうんうん、あ、そういうことか、はい、さ、一般人は他人に見せようとしたなんですよ。ああ、そうね、そうね、逆に見せたくないってこと、いや違うんじゃない、違うんじゃない、そういう、あ、一見倒れてるから、うん、何事もなかったように見える、あ、証拠隠滅というか、うん、ちょっと発見を遅らせるじゃない、うんうん、あ、でもそこのエレベーターに来るイコールもうだってね、うん、そうですね、うんうん、ですから、あ、分かった、うん、はい、そこで殺した後、うん、自分は外から眺めて死体が上下するのを楽しむ。もうほぼ正解です。おう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 、そうです、苦しんで死んでいく様を同じ空間じゃなくて外から見てたい、うんうん、あ、なるほど、はい、なるほどねっていう心理ですね。だから違う視点で見たい、見たいっていう、あ、そういうことね、はい、正解です。そうだね、正解だね。全然出てこんかったな。絞り出したよ。なぞなぞ考えすぎちゃってる時みたいになってましたね、うん、2人とも、うん、絞り出した、本当に。どうですか、もうそろそろ結構な時間になりましたけど、そうなんですか、まだまだ問題数あるんですよね、うん、まだまだ全然ありますけど、うん、行きましょう、行きましょう。じゃあ次の問題いきますね、うん、はい。あなたが殺さなければならない相手があなたの前で断崖にぶら下げられ、うん、棒のようなものに捕まってようやく生きている。あなたはどのようにして敵を崖の下へ落としますか、うん、サイコパスな答え。はい。あ、一般的な答え。あ、いいですよ。一般的な答えは、もうそのまま。棒を切るとかね。あ、うん、棒を切るとか、うん、はい、足で踏んで手を離させるみたいな。はい。サイコパスな答えは、指を一本ずつ切断していく。あ、俺はね、逆に助けようとして、うん、ギリギリ助かるぞのところで落とすっていう。うわーやばいやー、うわーやばい。だって自分が殺したいやつでしょ。そうですそうです。そう、一瞬、あ、助かったかもみたいなところを味わわせてあげたいよね。味わわせてあげたい。でも死ぬんだけどねでも憎んでて殺したいってよりかは、倒さないといけない相手みたいな感じですよ。あ、なるほど、はい、の倒さないといけない相手みたいな設定です、この中だと。まあでもそれって復讐でも一緒ですもんね。まあそうね、うん、だからまあ一応100点満点はこの木村さんの一本ずつ、うん、切断というよりかは一本ずつこう剥がしていくなんですけど、はい、より怖い答え出ました。助けるふりして一回上げてまた落とす、うん、一番屈辱ですね。 それが一番怖い、うん、でも犯人自分になっちゃうけどね。あ、そうか、そうなるとね。え、でもこの指一本一本離すのは大丈夫なんですかね。どうなのかね。でもちょっと怖い言い方してましたよね、うん、切断って言ってた。嫌じゃないだって。嫌だ、痛いし、うん、俺はでもあれの、それだったらあのケーブルカッターみたいなやつ行きたいよね。わあ、うわ、痛そう、ね、刃物ねえって言われてもちょっと違う、だってバスタじゃないですか。なんか包丁みたいなのじゃなくて、うん、そのガチンってやってあげたい。うわ、痛いな、これ。大丈夫かな。やばそう、やばそう。次の問題いきますね。そうだね。はい。人と戦う仕事と言われて真っ先に思いついた仕事は何ですか。格闘家、うん、俺もボクシングが思い浮かんだ、うん、あ、なるほど、うん、一般人の回答、うん、ボクサー、警察官、格闘家など、うんうん、サイコパスの回答、うん、答えられない、ほう、
人の部分に固執してしまいすぐに答えられない。職業、え、人と戦う仕事、人みたいな、うん、ってなって間が空くっていうことですね、サイコパスは。いや、すぐ答えたもんで普通の人っていうことでいいんです。そうです、今のところ一般人の答えっていうことですね。だからここで人に固執しちゃうんだみたいですね。人、人、うん、人と戦う仕事、だから仕事ってよりかは例えば人と喧嘩してみたいな、うん、なんだってなって時間がすぐ答えれないっていう。へえ、すぐ出ましたよね、格闘がボクサー、うん、すぐ出ました、すぐ出ました、うんうん、よかったっす、うん、これちょっとやばそうですよね、これ電かったね、聞いて電人、うん、やばそうな感じするなと思って、うんうん、これ木村さんあたり出なかったらおもろいなと思ったんですけどね。すぐ出ちゃった、すぐ出ちゃいましたね至、うん、って普通だからじゃあ次の問題いきますよ、はい、記念すべき日というタイトルです、はい、自分の殺人テクニックに自信を持っている連続殺人犯がいました、うん、今回のターゲットは一人暮らしの男性であり5人目の対象です、うん、部屋に忍び込むと男は足の踏み場もないほど汚い部屋で寝ていました、うん、殺人犯は気配を消して男に近づき首を一気に締め上げます、うん、やがて男が死んだのを確認すると、うん、殺人犯は男の部屋を片付け始めました、うん、一体なぜでしょう。これはねちょっと聞いたことあるぞ。あ、マジですか、うん、木村さん会で。友はない。え、本当、うん、なんか前やったことある気がする。似たような問題やったことある気がする。ああ、なるほど、うん、なんか俺もこれを聞いたことある気もするんですけど、うんうん、何回かこの今この問題を調べる中で、うん、似たようなの読んだんで、あ、そのパターンなのかどっちか分からず。なるほど、でも木村さんこれ分かるって感じですね。分かる分かる。あ、じゃあ一回木村さんのターン終わりです。終わりで、トモに答えてもらおう。トモ君に、綺麗に見せるため自分のやった仕事を。おお、 50% だと思う。 40% ですね。 40%。じゃあ本物答えお願いします。お願いします。本物っていうか知ってたっていうことですけど、いや、記念すべき5人目にふさわしい、場にしたかったみたいな。正解ですね、うんうん、だから綺麗な、状態にしてっていうことだよね。その汚い状況で5人目っていうのが許せなかった、許せないっていうことですね。まあでも友が言ったのと、あ、でもまあ、同じニュアンスだよね。ね、はい、うんうん、そういうことですっていう、うん、記念なのでっていう、ね、そう、すごい。 いや、一般人は警察の捜査をかく乱するためで答えるらしいです、ね、うんうん、なんかかく乱するならだと汚いままの方がいいですもんね。そうだね、確かに、うん、本当だね。あ、でも自分のそのなんか踏み入った、いや、あ、それでも汚い方がいいか、指紋とかが、あ、ね、だからついてる何かがあるとか、あ、でも汚い方がいいか、時間はかかりそうな気がしますけどね、汚い方が。そうですね、本当はね、確かに。まあまあ、でもそれを片付けた上の理由として、うんうん、まあパッと思いつくとしたら、うん、まあまあ、なんていうんですか、証拠隠滅みたいな、うん、そうか、ことなんで、まあね、多分かく乱するためみたいなことだと。そうか、そうか、っていうのが一般の考え方みたいな感じですかね、はいはいはい、はい、ちょっと次の問題いきますね、はい。あなたには可愛い猫が1匹います、動物愛護を訴えるサイトを作りたいのですが、あなたは猫のどんな写真をどのように載せますか。これは俺知ってるわ。あ、マジですか、うん、なんか私も分かりますよ。あ、でこれ出たのかな、なんか、あ、出たかもしれないですね。かもしれない、うん、なんか逆にしていくやつだな、うん、そうそうそうです、ね、正解ですね、うん、あなたはどんな写真を載せますかと、うんうん、最もアクセスが増えるようにしてください。はい、でサイトに訪れる人に犯罪と疑われるようなことをしてはいけません、うんうん、というので一般の回答、うん、猫の可愛い写真を貼る、うん、っていうのが一般の答えですね、うん、サイコパスの回答は、うん、猫を写真を撮りながら弱らせていき、うん、その過程を逆順にした写真を貼り、弱った猫を保護して回復させるまで世話をする様子を演出する、うんうんうん、その通りだったですか、うんうん、じゃあやってますね。やってないです。やってはないですか、これ。あ、やってる。やってるよ。そう、一回このやってる違い。やってる違い。やってる違いですね。過去にその問題出したことがある
のか、なんか見たことあるのか分からんけど、うんうんうん、決して私がそういうサイトを作ってるわけではない。俺もそんな意味では言ってない、言ってない。そういう勘違いをすること自体がサイコパス。じゃあこれは多分やったなって思ってるけど、うん、一応入れといたやつあるんですけど、それも言っていいですか。はいはいはい、目の前に自販機があります、うん、しかし販売されている飲み物に名前が書かれていませんでした、うん、あなたはすごい喉が渇いているので、とりあえず一本の飲み物を買って飲むことにします、うん、何色の飲み物にしますか。透明。透明、うん、なんか入ってたらやだもん。茶色っぽい。茶色コーラですか。あ、じゃあのお茶、お茶系の、お茶とか、うん、かなっていう、わかりやすい、うん、中に何が入ってるかわかりやすいみたいな色にする、うんうん、水の方が良くないじゃん。じゃあいきますね。一般人の回答。はい、何色でもいい、うん。飲んだことのある色。うん、まあ麦茶とかそうですね。うんうん、サイコパスの回答。うん、透明、うん。無意識に混入物を警戒していくから。いやいや、これはおかしいおかしいおかしい。サイコパスの答えじゃなくて、うん、警戒心が強い人の答えじゃない、うん、だから警戒心が強いんですよ、サイコパスって。うん、いや、そんなことないんじゃない。でも木村さん、まあ、あるサイコパスの名言で、うん、ボディを透明にするってよく言ってたんで、うん、どういうことですか。透明つながり、どういうこと、どういうこと。ボディを透明にするんだよっていう怖いよ名言がありますんで。どういうことよそれ。出題したサイコパスが言ってたことですよね。アフリカケンネルだったっけ。あー、うん、愛犬家、はい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 、はい、ボディを透明透明にするんだよって言って言ってたの。死体隠すときに。おー、うん、でもそれ別に自販機の飲み物を選ぶことはなくて、だから透明っていうワードが同じだけで透明つながり、透明に従う。で、警戒心が強い人ですよ。そうですね、うん、警戒心が強い人ってのはサイコパスの特徴ですね、うん、違います違います。でも警戒心強いだけだったら、例えば茶色っぽくても、うん、なんか中に物が入ってないとかっていうのはなんとなくね警戒は してるじゃないですか。さらに色までっていう、うん、無色っていうね、うん、なるほどね、色自体もなんか入ってるやんっていうところまでこうパッと瞬間で考えれる、そのサイコパスさがやっぱり出てるなっていう、うん、これやったことなかったでしたっけ。あんま聞いたことなかったかも、うん、やったことないかな、うん、よかった、うん、じゃあ次最後の質問になる問題になりますけども、はい、はいはいはい、いいですか。はい、あなたは前代未聞の大量殺人を犯し捕まりました、うん、死刑囚となったあなたは死刑執行人に手紙を送った、それはどんな内容だったでしょうか、うんうん、はあ、お前の記録更新できてよかったなみたいな感じ。 お前の記録を更新できて、だからそのどんなに凶悪犯が、うん、のレベルがお前更新できただろうみたいな、お前が死刑を執行した、そういうことか、うん、俺のおかげでってことですか、うんうん、怖いな。はあ、なるほど、うん、っていうのを手紙で送ったと、うんうん、サイコパスならない、うん、はい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 、うん、なるほど。木村さんはどうですか。あ、もう今サイコパスの答えようとしてますよね、うん、してます。一般人の答えいきますよ、うん、はい、命を助けてもらうように頼む、あ、はいはいはい、死刑の内容を聞く、うんうん、どうやって殺されるかっていうのを聞くとかですね、うんうんうん、一般の回答。なるほど、まあ、それはわかるよね、うんうん、サイコパスの答え、はい、なんか自分のやったことを細かくこの人はこうやりましたみたいな格差な感じもしますけどね。いいねいいね、めっちゃいっそう、そういう、ね、そういう人いっそう、ね、なんか全部細かく本当覚えてるみたいなね、うんうんうん、でなんか後々発表してくださいみたいな。ああそうなんだ、自分が自分やった、これだけやった、うん、この世に知らしめたいみたいな。そう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 、そういうシリアルキラーいるんじゃないですか、ね、歴史を残りたいみたいな ね、うんうん、だってなんか誰かいましたよね、まだ見つかってない人の埋めた場所とか書いた人。あ、いたいた、誰だったか忘れちゃいましたけど、うーん、死刑執行人に手紙を出す、うん、はい、トモ君はよかったなと、俺のおかげで、うん、格が上がると、うん、うんうんうん、確かにそれは感謝しろよみたいなことですね、うん、なるべく一瞬でやってくださいみたいな、苦しめ、だから苦しめないでください。
なんか一般人っぽいけどな、ね、一般人っぽい、それは瞬殺してくださいが一般人っぽいよね、うん、その物乞いじゃないや、なんかね、お願いするみたいなのはね、うんうんうん、まあ、でもそうだね、でもなんかもっとピンポイントでありそう、うん、あるのか、うん、この問題の大量殺人を犯し捕まったっていう、前代未聞、前代未聞の大量殺人を犯して捕まったっていう、で死刑になるんですよっていうのがポイントですね、がポイント、はい、前代未聞の大量殺人、それを死刑執行人に手紙を送る、はい、何を送ったのか、うん、人数、人数、うわ、何人殺したよっていう人数、でもそれを書いてどうしてほしいわけじゃないの、え、告白っていうか、うん、でもサイコパスってどう発表したいんですかね、やっぱなんかそういう、さっきのさ、ね、話聞くとさ、自分の自己顕示欲みたいな、なんかそういう注目されたいみたいな気持ちがあるような気がする、うんうん、はい、ね、だからなんかその発表してほしいみたいな、自分のやったの綺麗に書いとくみたいなこと細かに、うんうんうん、この問題に関しては、うんうん、みんなに知られたいってよりかは、うん、その死刑執行人に対して言ってるって感じです、うん、自分の自己顕示欲というか、うんうんうん、を手紙に書いて送ってる、うん、こう殺してくれみたいな、うん、あ、自分をこう殺こう殺してくれみたいな、違いますね、うん、その死刑の内容を、うん、あを、うん、強要するみたいな、うん、じゃないですね、じゃなくて、だから死刑をやめてくれとかそういうことじゃないんですよね、はい、うん、もう受け入れてると思うんだよね、うん、それは、うん、その自分を殺す死刑執行人に対して言い放ってるみたいな感じですかね、うんうん、だよね、俺を殺せてよかったなみたいな、まあ、でもなんかそれなんかさっきの友のあれもちょっと近いかなって気がするんですね、更新したなみたいなね、うん、そうそうそうみたいな感じがしますよね、なんつってんだろうな、前代未聞の大量殺人、まあでもそんな、うわすっきりしたっていう感じではないですよ、はあ、はい、この答えを聞いたとて、うーん、ああそういうことねみたいな感じです、なんで自分の死をもって、うん、その大量殺人が、まあ、プラス1になるじゃん、うんうんうん、死んだ人の数がプラス1になって、名前、世に名前を刻めるぞみたいな。でもその最後の一人を殺したのは自分じゃないから。まあそうそうそうなんだけど、うんうん、この事件での死者みたいな。なんで最後の一人が自分みたいな。うん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 、セブン的なさ、うん。はい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 。うん、違う。じゃないじゃない。難しいな、うん、まあオカルト的に言えばその全ての自分が殺した人をの、うん、恨み、つらみ、呪いみたいなものを全部お前にぶつけるぞみたいな自分の死を持ってぶつけてやるぞ、ぶつけてやるぞみたいな、うん、呪いの言葉みたいな、はいはいはい、のを送った、違います、止めてくれてありがとう的な、あーそれだ、自分の、いやでもね、ケースケの反応いまいちでしたよ、それだ、ほんと、うん、それだよ多分、違います、え、違うの、はい、だからそれサイコパスは自ら望んでやってない感じですよね、そうだ、でもなんかもう自分の止まらんから、そう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 、なんかこの欲望みたいなものが自分で止められないから、うんうんうん、もう本当に止めてくれてありがとうみたいな、うん、あ、それそれだそれだ、違うんです、違う違う違うんですよ、反応いまいちでしたからめっちゃ良かったのに、いや良かったですけど、めっちゃいいそれ、うん、サイコパスっぽくなくないですか、あ、この殺人を止めたのはお前だみたいな、あの方が、うん、なんかちょっと嫌な感じはするかなっていう、うん、あ、まあそうか、うんうんうん、でもまあそういうことじゃないっていうこと、はい、違うな、前代未聞の大量、うん、うーん、分からんな、100% 出ないですよこれ、そうなの、はい、100% 出ないです、だって遠いですもん、え遠い遠いです、むずむずい
全然でん。もう。もうちょっとシンプルなの？まあシンプルですね。シンプル。はい。思考執権人に対して、うんうん、上から物言ってる感じですね。上から物言ってる感じ。お前に俺を殺せるのか的な。いやそういうことじゃないですね。あその人が俺を殺すとかじゃなくて、うん、お前よりお前より人殺してんぞっていうこと。はい。なるほど。なるほど。から執行人はお前より執行人執行したね今ね。執行執行しました。そう執行執行人はお前より俺の方がふさわしいぞって手紙を送ったって。なるほどね。はい、そういうことか。そこにまで盾ついてくるんだね。そうですそうですそうです。なるほどサイコパスはね。はい。あ死刑執行人は自分だぞ自分のがふさわしいぞと、うん、はい、うん、お前より人殺してるからな俺はと、あ俺のがふさわしいぞっていうそういうことか、はい、だからすっきりはしないですよね。す、うん、まあそう友の答えの方が良かったな止めてくれた。なんかそれはあのサイコパス診断というよりかは、うん、なんか物語のいい終わり方って感じ、ちょっと意味怖な感じもするよね。うん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 、うん、最後にこうやって言いましたそれはなぜでしょう、うん、みたいなね、うん、なんかその前に散々人を殺してきたから、うん、そんな自分を止めてくれてありがとうって最後言葉を言ったっていう、まあね、本当なの意味が分かると怖い話みたいな、あそうかもそうかも、うん、感じがしますね、うん、俺はどちらかというと木村さんの方だったけどね、あの欲求が止まらないからっていう、うんうんうん、それを殺し止めてくれてありがとうって、うんうん、みたいな感じですね、うんうん、なるほどね。ただこのやっぱり答え見てうわーってなる診断がもう出尽くしてて、まあそうか、ちょっとこんな感じにはなっちゃうんですけど、うんうん、なんか他にねこのお仮面の方で今までの診断を聞いてて、うん、こんなんもありましたよっていうのあったら、うん、ちょっとぜひ送ってもらいたいですね、うん、あと今回のその木村さんの裏具合のジャッジもコメントで書いてくれたら、あ、やっぱねよく聞いてくれてる方はもうご存知の通り、うんうん、もう真っ当な人間なんで私は。そうなんですよね。そう、まあ、たまたま1回 90% みたいなやつ出したけどもうそれはさちょっとさ、うんうん、ちょっと違うかなっていう、そうですね、とな、ね、たまたま木村さんは違いますっていうコメントをいっぱいくれると思う、うんうん、問題がおかしいですみたいなあの僕1回何回かシリアルキラーの特集っていうか、うん、回やったじゃないですか、うん、ありましたね、通常回には上がってないですけど、うん、その時にシリアルキラーの特徴みたいなので、うん、なんか周りを取り込むとか、うんうんうん、その本性を隠すとかっていうのがうまいとか、うんうん、いろいろあったんでなんか今日の木村さんそれに似てるなって部分がありましたね。なるほどね。なるほどね。シリアルキラーの特徴。はい、巧みだったっすよね、なんか。木村さんは違いますっていうコメント来たら、あなた全然見えてないですねっていう返信を全部にしてくる。それを木村って書いてあったの。サイコパス。サイコパス。それはサイコパス。めっちゃ怖それ。一番サイコパスだわ。怖いっすね。怖い。怖い。えぇ、ー、ってなるよ。怖っ。みんな言ってくれると思うとか言っとったのに、うん、じゃあこれからもう誰が書いても最後に決めるってこわいわ、はい、まあこんな感じでしたけども、うん、まあ、まだ、あのトクモリザウルスの前も言ったけどトクモリザウルスの、あのゲストにも出てくれたあのヤス君じゃなくて、うん、大怪獣さんの方が、はい、もう事件が好きすぎて、うん、リアルサイコパス診断っていうのをやってんすよ今、うん、おそれ出してもらいたいなと思って、うん、あいいっすね、あの出してもらいたい、要はそのこのこういう事件がありました、この犯人はこういうことをしてました、それはなぜなでしょうみたいな問題を出してくれるんすよ、うんうんうん、へえ、じゃあもうああそうか、うん、問題と答えを録音して送ってもらって、そう、あの例えば俺がリモートでね、あの収録してさ、いやでもそれともくんも参加してほしいもんなそう3人でサイコパスの答えを出したい、うんうん、うん、いいね、うん、なんか、まあ、サイコパス診断とはちょっと違うかもしれないですけど、うんうん、そうだね、犯人の思考はこうでしたみたいなのの問題が、ね、結構やってるみたいなんで、それ答えたいですね、ね、答えたい、
ゲスト出てもらって、ね、まあ、ちょっと当てれる自信はないけどね、やっぱま真っ当な人間俺なんか一問出してもらったんですけど、めちゃくちゃ難かったっす。あ、そう、ちょっともう あんまりそれも覚えてないんですけど、うんうん、なんかね、監禁、女の子を監禁した息子の、息子、うん、あ、その一人の男が女の子を監禁するんですけど、うん、はい、その排泄物、はい、みたいなのをビニール袋に入れて置いとくんすって、はい、うん、でそれはなぜでしょうみたいな感じだったんですけど、そのしかも一軒家で、あの家族もいるのに、自分の部屋の前と、自分の部屋にはもういっぱいあって、それで入りきらんくなったもんで、あの階段とかまで置いてくんですけど、排泄物、うん、リアルにあった事件なのそれが、うん、うわ、それは監禁してる子のってことですか、自分のも、自分のも、うん、はあ、監禁してる子のだったかな、ちょっと忘れちゃって、自分のもあったかもしれない。なんかお母さんとかがちょいちょい掃除はしてたらしいんですけど、その階段のは、うん、はい、うん、部屋のはそのままだ、まあ、部屋に入れんすからね、監禁してるのも知らないっていうぐらい、監禁してるのも知らない、知らないぐらいの、まあ、もう部屋に絶対入れないっていう、はいはい、じゃあそのために匂い消しとか紛らわすみたいなもしてない。へ、だからそのでもね、理由は確か思い出したのはあれだから、うん、多分女の子のその監禁した子のやつだけだと思う、うんうんうん、トイレに行かせたくないから、うんうんうん、じゃないのかな。うーん、でもなんかそれはなんか見つかるからとか、うん、うん、なんか窓から逃げ出すとかさ、うん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 、でもそれだったらその、うん、排泄物を貯めとく理由には繋がらないですよね、うん、別にそこで刺して、あ、そっか、流せばいいとか、流せばいいというか、そうか、うん、貯めとく理由はないか、確かに、うん、それ答え教えてくれるんですか今。あ、いいですよ、多分これだったと思うっていうやつなんですけど、うん、いいですか言っても、もう、はい、いいっす。あの犯人はめちゃくちゃ潔癖症だったんですよ、はい、でトイレを使ってほしくないっていう、へえ、あ、その自分以外に、へえ、同じ便座にお尻をつけてほしくないっていう、よく監禁したな、ね、うん、間違いないっていう理由、便所潔癖みたいな感じだ、そうそうそう、だったはず確か。いや、そりゃむずいわ、だからもうはーっていう感じでしょ、うんうん、だからそのちょっと思考がおかしいというか、うん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 、だいぶ偏ってる感じですね、うん、ね、まあ、だからこそのそういうね、なんか嫌な事件が起きちゃうっていうことなんだろうけどね、まあ、でも実際にあった事件ってなると面白おかしくは答えれないですね、ね、うん、そうだよね、まあ、でもその犯人の行動パターンでこうだろうなっていうのは考えれるかもしれないですけど、うん、難しいですね、ね、難しいよね、うん、答えるの難しいよね、難しい、うん、なんでまあそういうのもね、うんうん、あったらちょっと機会があったら出してもらいたいなと。そうですね、うん、まあ、突然なんですけど我々、全国ツアーを、あ、はい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 、はい、やりますよ、うん、やりますね、北海道、東京、うん、豊橋、うん、大阪、福岡、うん、もう11月の22日から、はい、1ヶ月間始まりますので、ちょっと会場でもなんかこういうイミコは皆さんと楽しんでも面白いかもしれないですね、何それ、何それ、何それ、面白いじゃん、ね、面白い、うん、どうですかって言って、え、うんうん、会場のご来場者に聞くわけ、そう、なんか分かる人って、そう、なんか例えばですけど、うん、スマホ出してここのメールに送ってくださいみたいな、で俺らリアルタイムで見れるじゃないですか、メールアドレスは見えるね、うんうんうん、で怖い回答を探すみたいな、みたいなのでもいいですし、なんかあのガチのやつじゃなくても、うん、おからじサイコパスクイズみたいな感じにして、うん、俺らでありそうなシチュエーションのクイズ何個か作っといて、うん、それのサイコパスっぽい答え出してくれっていう、うん、でむずいな、なかなか集計に時間かかっちゃうかもしれないんで、あ、そうか、まあ、難しいかもしれないですけど、企画としてやりたいな、ね、なんかね、うん、面白そう、あってもいいかなっていうのも、いいですね、チケットまだ発売してますんで、発売してますんでね、はい、このトークライブとあとは周年ソングですね、うん、これ この前ね、ライブ周年のソング あのまとめ出したんで、あの曲が全曲やりますんで、うん、はい、ぜひ、はい、来ていただきたいなと思います、はい、一緒に
楽しみましょう。楽しみましょう。ましょう。この話、もし自分だったら。ありがとうございました。ではまた後ほど。